それじゃあ地球防衛軍、続き50話からねやっていきたいと思います。そして地球防衛軍といえばもうおなじみのメンバーなんですけれどもね、今日なんか3人、まあまあ後で4人出撃になるでしょう。今日も、この方テカ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 してますな、テカテカしてますな、今日もこの方コラボでいらっしゃっております。元新人、よいしょ、 OK。ということでどうも元新人です。エアレイダー元新人です。今回も懲りずにエアレイダーでやっていきたいと思います。なんで冒頭から冒頭からエアレイダー、エアレイダーって、エアレイダーでやっていきますよ。前回懲りてませんからねやっていきましょう、やっていきましょう、やっていきましょう。あ、来た、ありがとうね。レトロゲーム実況でね、やっていきますねで有名な元新人と一緒に今日もやっていきたいと思います、はい、そして有名かどうか怪しいところですけど、はい、どうぞ有名。そして、今日もですね、ロリバちゃんお手伝いしていただきます。よろしくお願いします。お願いします。相性、声届いてないやつでしょこれ、ロリバちゃんのはね。そうですね、はい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 。我々だけがちょっと可愛い声を聞いておりますけど、まあそのうち4人目、遅れてヒーローが来ると思いますので、まあじゃあ出撃していきましょうか。やっていきますね、やっていきましょう。よっ、本物すぐマイク割ってくるから、うん、そうよ、マイク割るからね、マイク割るのが仕事です自分の実況でも割ってるからな、録画なのに。よっしゃ、来たで。何何ここ、何50目、何なんかハンバーガーみたいのがいる。全弾撃ちまくれ。何これ、どこに当てりゃいいんだ。ああ、上にいる、上にいる、真上にいる。あの剥き出してるとこだったらどこでも当てて大丈夫。大丈夫、剥き出てるとこなら。剥き出てる、剥くか。うわあ、ジムさんこんばんは、いらっしゃい。ロボが落ちてきた。しゃれ、あー閉まっちゃった。下にロボいるんじゃん。近くにいる。うわ、開いて。ずっこけ。ちょっと待ってね、今ね、ちょっと集中しておりますからね。行くよ、行くよ、行くよ。なんだ。さあ来い、来ない。来たー。来たー。シャレや。サウレイ。シャレや。あ、上。落としてやる。上。上。お、リュウジョさんいらっしゃい、やった、地球防衛軍だって。そうでございます、地球防衛軍。おい、ぶっぱしてくぞ、ぶっぱ。お、我々地球を防衛しております、よろしくどうぞ。地球防衛しております。このやらしい意味で、やらしい意味で、やらしい意味で防衛してく、やらしい意味で防衛してます。よし、待っててね。ちょ、ねえねえ、あいつのウエストが細いからさ、すり抜けてく、このわかるこのボディが、わかるね。お、プロムトさんいらっしゃい、マリアさん、元インティンさん、こんばんちゃって書いてあるよもう引きずるね、おい、引きずるねってなんだよ。元チン、引っ張るね、それ。元チンとですね、お送りしております。ロリバちゃんもおりますよ。うお、またロボット落としてきた、こいつ。ダメだ、届かねー。そりゃ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 、ロボット押しても落としてくんだよな。そう、それが困るんだよ。俺の攻撃じゃ届かねえんだよな。まいったまいった、あーまいったまいった。エアレイダーなんかでやるからな。自分で選んだよね、かい。そうだねよし、落とせ落とせ。なんかロリバさんが遅い誘導弾撃ってる遅い誘導弾撃ってる、ピューンピューンって固定放題とかしてる。ちょっと落とせ、あ、落としたんじゃない、うん、お、いいね、ほら、頑張れ頑張れ。ダメでした、ダメかいダメでした。俺ロボ頑張る、俺ロボ頑張る。よいしょ、ロボ倒す。なんかお兄やコスプレしてない。コスプレはしてない。あれ壊れてないのか。だい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 
だい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 だ当たってんのかいなこれ。だい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 、あ、弾切れた。え、あ、弾なくなった。もうなくなってない、大丈夫、健在です。弾なくなった。あ、すんごいのが、すんごいのがついてます。大丈夫、なくなっても大丈夫。なくなっても大丈夫ではないけど、まあ大丈夫、あ、なくたって生きていけな。そうそう、生きていける、生きていける。さあ、あれ、ストレスか。あ、なんか落ちてる？どれどれ？あー、落ちてるね。なんかいっぱいいる。元陣さんの弾がなくなったって。こいつさ、ウエストが本当に細いから、羨ましいわ。もそまい、もそまい、こんなやつ。もしたるわ。お、カモレモンさん、こんばんは、マリアさん、皆さんよろしくお願いします。お願いします。ちゃんと言えよ。あれだ、あれだ、あれだ。さて、どこだ、次は。お、なんかすげえ。おい、なんかいっぱい落ちてんじゃん、拾うぜ。そうなのよ。そう思ってた俺、ロボえらいところで降りてもうた。よし、回収回収回収。あのぜ、ウィングダイバー、こういう時に、こういう時に一番役立つんだから、ウィングダイバーが。お、よろしくお願いします。そうそう、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やらしいわ。じゃ、いいんじゃねえかよ。いいじゃん。いいじゃねえかよ。合ってる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 。ここの実況にぴったりやないか。ぴったりぴったりでしょ。みんなあれですよ、私の実況だって無茶してくんだけど、全然いいよ、全然いいよ。今日はどんな短パン履いてんの。やばい、やらしい。短パンとか、短パンだから健康だろ。短パン。どんな短パン履いてんの。短パン、どんな後ろから行くタイプ。後ろから行くタイプ。なんかイブちゃんが可愛い声で後ろから行くタイプ。後ろから行くタイプって言われた。泣いたーもう。何の話してんの。急にぶっこんでくるからびっくりするわもう。そうなんですよ。すいませんうちの子本当に。聞こえてないでしょ。俺らには聞こえてんだよ。そう。お、いいですね。コメント欄にぎわっておりますね。みんなよろしくお願いしますね。盛り上がってますね。バカですね。みんな。飛ばしてますよ。こちらこそよろしく。よろしく。よろしく。バカじゃないの？この実況。いや、いい、もういいのよ。もうこういうのがやりたいのよ。ラジオでこういうのやって怒られるやん。もう怒られるわな、そら。そら怒られるわな。もう大体相手も拾ったんちゃうか。今ほらダーリンがお休みだからふざける人がさいないからさ。あー、真面目な番組になってる。いや、でもほら私がふざけると誰も止めらんなくなっちゃうからさ。まあね、うん、急にキャラが変わるしね。そう、私がさふざけるとさみんなえってなるんだよね、うん、だろうね。いや、いいじゃなくてふざけたらあかんのかいみたいな。どうしたみたいになっちゃうよね。そう。そんなラジオの再放送は、この後ですね、25時から、深夜1時からですね、放送しますので。この後、そう。だよ。で、誰か、この、あー、そういう意味で後ろからってそういうことか。よっしゃい、気持ちいい。まだもう一匹いるぜ、向こうに。オッケー。え、何これ、コーブみたい、コーブみたいだ。あれ、お兄や、乗ってないのこれ。乗ってねんかい、このロボットに。乗ってないよ、乗り捨てた、それ乗り捨てた。じゃあ、まあもう一回出すか。お、プロンプトさん、やっぱり後ろからの方がしっかりきますね。やっぱりの意味よな。おお、ローサさん、そういう趣味か。前からより後ろからの方がしっくりくる。よし、私が引きつけようではないか。頑張ってくれ、頑張ってくれ。そういう感じ。あれ、これ誰もいないの、ここ。あ、いね、やべえ、帰ります。行ってきます。なんだよこれ、盾持ちさんがいるから、盾持ちさん。
盾持さんがいる。盾持さん誰だ、正面から散弾銃撃ってんの。俺やで俺やで。クソ、もう発想が同じなのがもう嫌だよね、友達って本当もう、ね、レベルが一緒だから、ルイトマ、ルイトマだからね。もしたるわこんなやつ。なんだ、過去の膨大なデータからやはり1位は後ろ、2位は下と決まりました、やらしいみたいな。何の話をしてるの。膨大なプレイヤー。オッケー、ミッションクリア。楽勝じゃないか。はい、あ、健郎さんいらっしゃい。さあそこでですね、まあ1試合終わったところで、こちら側にしかちょっとわからないんですけれども、やい来ました、フェンサーしきくんね、はい、いらっしゃい。よし、店長来ました、よろしくお願いします。なんか2000になってるよアーマー2000になってるから。本当だ、すごい。さあじゃあですね、どんどんやっていきたいと思いますけど、次なんですって。第一の守護者、移動を続ける巨大生物の一群を確認、山岳部で待ち構え、これを殲滅します。なおフォーリナーは巨大生物の上空にシールドベアラーを投下。あいついるんだ。現在シールドベアラーは巨大生物を守るように移動しています。防御スクリーンに守られた巨大生物は脅威です、十分に注意してください。よっしゃ、まあまあごちゃごちゃ書いてありますけど、やることはぶっ潰すっていうことでね。わかりやすい。わかりやすい。よっしゃ、出撃準備 OK。OK。OK。あ、うっかりさんいらっしゃい。はじめまして。あいつもすぐに出るわーです。どの辺だろうね。ここですね。ドイツ系の人かな。ドイツ系だね。ドイツ系の匂いがしますけどね。フンバルト・ヘーデルさんみたいな感じかな。乗っかってきました。あー、じゃあ中入んないとダメなのか。いやいや、ちょっとなんかみんなでまとめていこうぜ、同じやつ。うん、 OK。 もうガンガン行きまんな、行くぜ。店長すげー行くな。フェンサーだもんな。いて、ちょっと待って、あの、よいしょ。おお、早い。早いなー、誰？すごい。なんか恐ろしい攻撃力の人いるな、一人。怖えな。私アイテム回収でいけそうな。同じような武器になっちゃったなこれ。お、ま、参戦中の店長も頑張ってっていうコメントをいただいておりますよ。おー。あ、 ありがとうございます、頑張りますってパサパサと。なんか俺の時と違ってコメント普通や。どういうこっちゃ。それはなんかあのいじくってくれる実況者さんにはいろいろね、いきますよね、そりゃ。俺の時だけもっとあとふんふんとか言いやがって。もっとふんとか言いやがって。もっとふんふん。お、ケンロさん、地球防衛軍 4.1 全クリアしました、すげー。おー、やるねやるね。全難易度でインフェルノで。インフェルノすごいよね。まああの、イージーとかそういうののレベルのお話なんですけども、インフェルノって。インフェルノでクリアしたってたらもう俺尊敬の的だしよ、そんなの。あ、そういう感じなんだ。うん、なんか言うてるで、うっかりハンガー。じゃんけん出すデューディーシツジェムネーでわかんねえ。なんか言うてる。ドイツ語っぽいこと言うてる。イッシリーベデンパーターみたいなこと言うてる。どえうわぁ、はかりやん。なんか無駄に爆撃してみようかな。え、無駄に爆撃でもしてみようかな。遠くに投げすぎた。どこ爆撃しとんねんわし。ちなみに、右上のレーダーに、それぞれの場所などが記されておりますね。店長かじられてるじゃん。そりゃ赤ありが苦手な店長。しょうがないな。お、ちょっとあいつ逃げた。あのシールドベアラーってさ、
逃げ始めると足早いじゃん。ほ早い。あれがうざい。8。ああそうか、この実況で8って初お披露目じゃないの。いや、こないだ8でどうだ、30話ぐらいで終わってなかったっけ、この実況。そうですね8出てねえだろ。そうか、もう放送外でですね、ちょっといろいろ進めようと思っていたので、これね、ホーミング使ってるから当たってくれるとは思うんだけど、ほらこっちのが得意だな、やっぱ。そうなんだよね、この私ガイスト使ってるんですけど。あ、ガイストね、ガイスト2。うん、ちょっと遅いやつ、遅いからね、当たってんのか分かんないんだよな。よし、とりあえずなんとかシールドベアなんとかしてくるわ。あっち、なんとかしといて。私もシールドベアラー行く。ちょっとそれっぽいことを言ってみるけど全然追いつかない。シールドベアまで行けない。え、よいしょ、どんどん逃げてくんだもん。ベアベアリタイ。ああ、アカリモール。いやー、やめて。いてベアラーってハムラーみたいなもん。アム、もう例えが古いわ。アムラーって、アムラー。いやー、ニューシールドプレーって。よいしょ、ああ、よ、どこだ、ベアラー。やばい、ベアラー、ベアラー、これまずいじゃん。超ベアラー。よし、来た、やっと来た。アリに囲まれてんだよ。モスてやる。ベアラーモスだった。よし、オッケー。モスってのはちなみに名古屋弁なのかな、燃やすって意味です。モスって言うよね。ねえ、だから名古屋弁で燃やそうぜっていうのをモソメーって、モソマイ、モソマイって言います。じゃあ、あれだ、重心サンダーライガー選手の入場曲、モソマイ、モソマイ、怒りをモソマイみたいになるんだ。そういうことになるわけですねもそまい、もそまいって。そういうね、CM が名古屋では結構流れてました、当時。あ、そうなの？マイっていうどっかの結婚式場だったかな？うん。行こう、前、行こう、前。油って何ですかっていう。ニーヤは油だって。うっかりさんより。ニーヤは油。俺言うてんだから、ラードや言うて。ずっと言うてるで。言うてるでってのもおかしいけど。あ、もうだいぶ減ってきてる？8？ じゃあ、モスバーガーはバーガーを燃やすってことか。そうだね、そういうふうに言われてみれば。そうだな、モスグリーンって緑を燃やすモス。じゃあ、なんか緑のやついなかったっけ、パーティーに。モス店長といえば緑。アイテム拾った、アイテム拾ってね。そうそうそう、よろしく。手ぶらでしたね、ごめんなさい。そうそう、鬼や、なんでさ、腕組むとき手ぶらすんの。それはね、肉厚でそうなるんだよ。そうだね、プロレスラーとかそうだもんね。よっしゃ、終わった。手ぶらの話してたら終わったでもね、俺だけじゃねえからな、ウッチャリハンもそうだからな人のこと言ってるけどさ。よっしゃ、まあ武器拾ってないな、新しいの。なあ、ないな、新しいの来ねえな。さあ、52は戦団奇襲作戦。なんだ、あ、これはなんかちょっと敵輸送船が市街地に侵入しました。輸送船は砲撃台ヘクトルを中心とした護衛部隊に守られ、容易には接近できません。そのため少数の歩兵部隊による奇襲攻撃を敢行します。高速道路上を進み、何輸送船に肉薄、撃破を試みます。この任務を遂行できるのはストーリーチームのみでしょう。健闘を祈りましょう。ストームチームか。へえ、ストームチーム。え、私ストームチームなの。どうやらそうらしい。今知る。主人公チームはストームチームらしいよ。あ、そうなの。誰も話を聞いてなかった。そうなんで、ストームチームだってよ。コメント欄も誰も話聞いてないからね。緑、あー燃えちゃうとか言ってるから。聞いちゃいねえ。あ、しまった。どうも、レンジャー元新人です。レンジャー。よろしくお願いします、レンジャー。何？あ、ハッチじゃん、ハッチ。お願いいたします。入ったな、この、ガイスト。おーい、
おいおい力技だな、怖い怖い。これ橋壊さない方がいいよね。もう壊れちゃったね。このここだけは壊さないで、ここだけはあの上ハッチ。行け行けハッチ。そう。これ。開け。もう歌も出す言葉も全部古い。いやだってそれは古いよ。しょうがないよね。しょうがないしょうがない。あかんかい。早くあかんかい。俺もう悪いこら。同じ子持ってた。もう嫌よね友達って本当にもう。開かないぞ。って。開かねえぞ本当に。開かねえぞ。なん誰だよ。誰だよ。なんでやろうとしたよだから。俺よ。よっしゃー。うれい。全弾打ち込んでやる。20発。死なない。閉まれ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 。よっしゃあとは任せてね。閉まれ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 。よっしゃ私 中に入ってっから。中に入るの好きね、あなた。お、本当は入っとるね。そうよ。見てますよ、ちゃんとね、YouTube の方も。どうよ。まあ、見なくちゃコメント拾えないからな。ほら。ちゃんと見てますけど、姉さん視点でも見てますけども。ゼロ距離だ、ゼロ距離。いいね。本当のゼロ距離やると自分に跳ね返ってきちゃうから。ゼロ距離に。あれなのに。なんだ全然外の様子が私分かりませんけども。何か言う全然落ちないじゃんこれ。どっかからなんか誰かが撃ってくる。どこかで。あれ何これ。あどうした。おエネルギー切れだ。おフルグラさんいらっしゃい。これやこれ聞いてんの。どこ撃ちゃいんだこれ。聞いてんのかこれ。何が売ってくんださっきから。おおロボいるやん。外の様子がどうなってんのかわからん。ロボあれもしかしてこれ落ちてます。落ちてますね。おい開けろ。よしよし。よっしゃやったね。やるね。じゃあ俺はロボでも倒すか。ロボもいんのかよ。ロボいたんだよさっきから。ずっとロボに撃たれてたな私。ちょっと拾っとく。拾っといて。拾っとく拾っとく。おー至近距離。お、てるてるぼうさんこんばんは。いらっしゃい。ちょっと待っとけ。ハッチの中入るわ。好きねハッチの中入る。ハッチ好きなのよ。誰誰。シャラー行けー。届け届かねー。はい次のターン。はい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 。はい、早っ。はい、諦め早っ。見てんじゃねー見てんじゃ。諦め早もクソもないだろう。閉まったらもう入れんのじゃい。やった開いたー。あちょっと待って。そんな張り切ってたけどエネルギーがなかった。やだちょっと閉まんない。ちょっと壊れたお人のこと言ってて自分もマイク割っとんちゃうかそれ。えじゃなくてよ。ああ落ちたんだ。よかったじゃん、まあ、ね、あまたロボいる。もうロボロボうせえなマイク割りやがって。もう回復またハーブじゃないんだから。詳しくはあの元新人と私のコラボですね、バイオハザード6をご覧くださいませ。はい基本あのまあ10分に1回はあのハーブと叫んでる動画ですな。ハーブを取るたびに叫んでる。しかも人が喋ってるのを無視して喋っとったから。そう。いたー。あれもしかしてこの船落ちてる？何すんの。あれ落ちてる？落ちてまーす。うわ出れないよ。やめて。はあ。至近距離からなんかゴンブト撃たれた。至近距離からのゴンブト、そこだけ拾われるぞ。至近距離からのゴンブト撃たれたもん。いやー多分地球防衛やってくれてる人ならわかるはずだ、ゴンブトが何なのかが。ゴンブト、よっしゃ、拾ってこ。ロボットのゴンブト。ちょっとアイテムか、行って。
レンジャー凋落、何これ。この辺に落ちてるのは回復、回復めちゃめちゃ落ちてんな。基本あまりダメージ食らってないから、うん、まあ、回収行きます。ちょっと拾ってすぐ、太さじゃない硬さだ、そう思う。太さでも硬さでもない愛だよ、愛。そこはわかるかね君たち。あー今の音量切っとけよかったな。あー俺は真実を言ったまでだよ。真実と書いて真実と読む。普通やな。宇宙と書いて宇宙と読む。マジで。巡り合い宇宙。うるせえ。終わっちゃったじゃねえか。巡り合い宇宙で終わっちゃった。なんか今日はあれだね。おカモレモンさんが、前回は張り切って米していたのに寝落ちしてたダメなやつでして、皆さんよろしくお願いします。おいおい寝ちゃダメだよ、起きてなさいよ。あ元シーンの声だけミュートかかってるよって。かかってねえよ。マイクワンじゃねえよ。ちょガイスト変えよう。武器を選んでください。賛同の罠、よし。ここはもうどうもエアレイダー元新人です、よろしくどうぞ。何がいいかな、ホーミング狙撃、好きあらばエアレイダー。そなんかそういうあれがありそうじゃん、振り返れば横浜みたいな感じで、振り返ればエアレイダー。振り向け振り向け、そこはそこは振り向け。お山道の罠、山岳部に集結している巨大生物を。うっすら BGM 入れんじゃねえつうの。まあなんか行こうぜ。そんな振り向けば横浜とか言うから歌いたくなるじゃんそんな。出撃します。ほんとあまさぐり合い宇宙いいですね。宇宙で何してんだよ、宇宙でしなくてもいいだろそれ。しゃあ、じゃあ熱がこれ壊した方がいいやつでしょ。困った時は爆撃だ、見つけな。あ爆撃、爆撃が危な。ほらほら危ねー、クモの巣取ったった。やったねやったね、もう大丈夫？大丈夫じゃないけどね。ちっとも大丈夫じゃないけどね。からのは、おいいねこれ。あこれいいじゃん。これでいきます。なんかちなみにこの、あちょっと待ってすごい気になる緊急速報です。そういえば無重力でおセックスしたらどうなるかって実験を NASA がしたとかしないとか。してねえだろう。あ、してた、してるかもしれないな、極秘裏に。あ、いいね。偉い人の夫婦とかで。偉い人の夫婦とかで。やだな。そんな想像したくないな。言ってくれたら参加するのにね、みんな。本当だよね。うん。我々が集まってどうすればいいのか知らないけど。とりあえず呼んでくれたら呼んでくれたら行ったのに。残念。NASA。NASA。なんか向こうになんかいんな。お。よいしょ。と当たるか。あ届くか届くか、よし。届く。三段銃、よし届く。ここに雲がいるぜ、雲が。ウィングダイバーが引っ張る、でかっ。おりゃなんかでっかい雲がいるぞ上に。レタリウスと命名しよう。あそのシーンあったな、そういえば。あったやろ、それやで。いいな、地球防衛軍のさ収録参加してみたいもんね。うん言うてるな、ずっとそれ。俺も言いたかった、サンダーとか言ってかった。アリがさ入ってるときにサンダー。ああいうのやりたいな。もそ前もそ前、あいかん、飛んだらダメ飛んだらダメダメダメ。あんまり絶叫系の収録って参加したことないかも。そんなことなかった。なんか無駄に必殺技とかを叫びたいですね。叫びたい。俺のこのロボットの武器はね、コンバットバーナーか。コンバットなんでワンだよ、またうるせえな。
叫ぶ武器って言ったら何ですか。超電磁竜巻。ああ、もう私もスパロボを思い浮かべたよ、もう。だからダメなんだよ友達って。本当もう、だってその世代じゃないか。私ブレストファイヤーだからね。ブレストバーンに至ってはあなた胸焼けだからね。そうだね、ブレストバーンって胸焼けだな。胸焼けだからね。しかも超電磁竜巻って叫びとしてはちょっと弱い気がする。超電磁竜巻、あの声優さんがね、声高いから。そうなんですよ、キーがね、達也くんだから。そうそうなのよ、青い氷馬。そうなのよね、うん、全く同じ名前のキャラが風のシールフィードという漫画に出てきています。青い氷馬、まあ、あれが元になって、いいんだなと思って。あれ、青い氷馬ってコンバトラーさんとか思ったけど、全く関係ないお馬の漫画に出てきてます。そう、スパロボもさ、シャインスパークね、スパロボも実況したいなと思ってるんだけど、私がやりたいのって完結編とかその時代なんですよ。いいじゃん。だプレステ4じゃないと私実況できないので。ああ、そうか。そうなんか、まあプレステ2、まあ、プレステ2の話で言うと、なんか元新さんが、某元新さんがプレ2を何台か持ってらっしゃるみたいな話を。はい、そのうちのですね、まあ3台中2台をですね、シキさんにプレゼントいたします。何その太っ腹企画。いや、いらんもん。何の景品。いらんもん、あのディアブロ進めちゃったお詫び。詫びるもん進めんだみたいな。だって本当に買うと思わなかったんだもん。ディアブロ行った次の日に買ってんだもん、びっくりしたもん。ディアブロね、ディアブロ3、うん、まあ私もやってますけども、これはおもろいよ。あれはね、ディアブロ超絶おもろい3とか、ああいうやり込むゲームダメよね。もうディスガイアもそうだしね。やり込むゲーム大好きだからさ。ねえ、大好きだね。詫びるなら進めるなよっていうコメントが。あのな、君たち冗談という言葉を知っているかね。まさかあのツイッターでやり取りしてて本当に買うとは思わないじゃない。いやでも俺は嬉しかったけどな、買ってくれて。必殺技は超電磁スピンです。でもあれだよね、私も実況をしてて、それであのコナン買いましたとか、一緒にやりましょうみたいな、あのモンハン買いましたとかね、やっぱ嬉しいよね、一緒に遊べるのが増えると。そう、うん、それは思う、ね、何気にね、あのね、ロリンバさんがね、ずっと雲の巣に捕まってんだよね。え、嘘、どこ。だから俺今ほら、今落とした。今助けた。ずーっとね、気になってしょうがなかった。ずっと頑張って、クモの巣燃やそうとしたんだけど、燃えなくてね。おい、これ回収行かないと。そろそろね。お、大丈夫。俺もエイリアンネーション積んでるって。そうだ、やろうぜ。今さら。あと1匹だね。ちなみに、私もエイリアンネーション持ってますね。結構やったぞ俺、最強の武器拾ったからな、結局最終的に。大パーツ拾えばいいんでしょ。そうで、一番強いとされている武器を普通に拾ってしまって、うん、あ、これは強えやみたいな。でそこで終わった。いいね、それもやりたいですよね。イナネーション面白いよ、うん、気軽に遊べるからいいな、あれ。ちなみにうちのダーリンもやってましたね、エリアネーションね、うん、やってたね。すぐ突っ込むので、みんなで護衛に行かないといけない。そうやばい、また突っ込んだみたいな。カズさんが行ったぞみたいので、みんな、うん、で行けー。そうなんだ。おー、よし、終わった。オッケー、サクサクだね今日、すごいね、調子いい。お、マリアさんの勧めで買うけどほぼやれてないとか。これしか拾ってないの、武器。あら、全然拾えてないね。拾えてないね。さあ、どんどん行くよ、54話。新たな四足歩行要塞が市街地に接近。
市民の避難が遅れており、このままでは計り知れない被害が出てしまいます。敵を足止めし、市民が逃げていくための時間を稼がねばなりません。ですが頼みの空軍は消耗が激しく、支援は難しいとのことです。もはや地上部隊だけであの怪物を食い止めるしか手がありません。決死の作戦になるでしょう。なんて書いてあるの、明日ね、あのね、四足歩行要塞を破壊する必要はありません。なんとか時間を稼いでください。時間稼ぎ、時間稼ぎか。じゃあいや、エアレーダーで時間稼ぎ。でもこれさ、市民無敵だから別に。そうなのよ、市民無敵なのよ。別にって止めるけどそう、あのランチャーでぶっ放してもすぐ立ち上がるからね、あいつ怖っまあ答えない、怖い怖い、答えないって怖いからね。おっ、っていうことは倒すんじゃなくって時間稼ぎって何をすればいいのかしら。まあ出てくる、あの、うん、ブリブリ落としてくる敵倒せんじゃない。お茶を濁すコントとかで。どうも、いや最近ね野菜が高いね。いや野菜高いわ確かに。でも鬼は買い物行くの、ね、おい行くよ。っていうか最近はね、近くにスーパーがないからあんまり行ってないけど、昔はよう行ってたよ、スーパーが近くにあったから。鶏肉が 100g で100円って安ないみたいな。あ、グラムで見たことないな。グラムで、うん、は豚肉が 100g150 円、これは買いって言いながら、あなたはネットでハラミ買ってるじゃないのよ。あれはちょっとした贅沢あの、そう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 、あのさ、アマゾンの欲しいものリストってあるじゃない。あるある。私あれ意味わかんなかったのよ。ただその人がこれ欲しいんだっていうだけの話かと思ったら、うん、それポチってその人にプレゼントできるシステムなのね。そうそう、っていうことは私知らなくって、うん、あの昨日のラジオとね、あの今日の再放送を聞いていただければわかるんですけど、まあ役者陣でその話をしてたわけですよ。はいはいはい。で知らなかったから、で私も登録してみたのね。うんうん。3点登録してんだけど、なんだっけ、アップルカードとこのプレステカード、ストアカードっていうの、まあまあアップルカードもさ、グエントに使うからと思ってなんだけど、でもう一個はね、ホタテを登録したわけホタテを、はい、ホタテ、ホタテ、そうそうそう、ホタテを、はい、サンドイッチマン的なね、ホタテを登録したんだけどそしたらホタテは送れないと。ああ、そうなんだ。ああ、やっぱ生ものだから送れないのかなみたいな、あの受け取りがさされなかったら困るのかなみたいな。ホタテ、なんか鬼やもなんかあれやってたでしょ、アマゾン欲しいものリストは。あれただ単に自分が後々買いたいなっていうのを目印としてつけてただけなんだけどね。そうそうそう、だから私もそういう目的で使うのかと思ったら、ああそれそのまんまあげれるんだって言って、え、それすごくないっていう話を、うん、まあ私はちょっと店長に話をしたわけですよ、しきくんにね。そう、すごくないって言ったら、もう彼ほらクールだからさ、いやなんか、うん、そういう活動のシーンになるんだったらいいんじゃないですかねみたいなクールやなそうなんだ、今時の人の認識ってそういうことなんだっていうのでさ、ほう、もう、え、何エンターテインメントですね。あ、参加型エンターテインメントね。で、なんか私さ、そんなさ何欲しいとかわかんないから、アップルカードとプレステカードとホタテ登録しちゃったのねすごいすごい3つだな。そうそう、でも結局ホタテはあの送ることができないので、なんか例えばあれかな、このゲームの実況してくださいとかでプレステ4でさ、そういうのでなんか出したらよかったりするのかな。したらなんかほら皆さんにもなんか答えられるじゃないけどさ、別にほらね、ただ私がホタテ食べてやったっていう話じゃなくっておーおー、なんかリクエスト兼ねてみたいな。あ、公開をねまだねしてないんですよまだ、うん、配信者さんよく使ってますよ。そうだって、私だからなんかそのゲームとかどう、
この、うん、俺ねあれねちょっとね厚かましいかなと思ってアップできないのよ。いやだからそれがだからかじってんじゃねえよ。それがなんかあとねそのそうでもないよくあのリクエストされるんだけど、うんうんうん、実況をこれやってくださいみたいなリクエストされるんだけど、例えばもしその欲しいものリストの中でその買ってくれたとしたらそれを必ずやらないかんや、買ってくれたんだから。なかなかきついよあそういうこと実際あ思ってたゲームと違うってなったらきついよあーまあそれあるか。そうまあなんかやらないかん一緒にやりましょうとかね、その、うん、あまあなんかオンラインでできますよみたいなとかね。まだいいんだけど実況してくださいはねなかなか厳しいよ。でしかもしないと絶対文句くるから。いやまあそれはそれはそうだけどさ、うん、だからやっぱりやらんといかんくなると結構なかなか難しいところ、本当にソフトをちゃんと選ばないといかんや。そうね難しいとこですわ。なんかどういうのをリクエストされるのかなみたいな。もっとエネルギー切れた。あと爆撃位置間違えた。あかん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 って。あぶね、ちょ言えや爆撃するって。爆撃したよ。あ、綿身とかなら平気よって。あ、そっか綿身ね。なんかほらもう本当に今必要なものってさ、応援チケットとかね、あのグッズで皆さんに支援していただいたりしているので、うんうん、なんかほらそれ以外だとさ、なんか実況に使うね、なんかコントローラーとか、ああいいねなのかなと思って、うんうん、でも結局気づいたんだけど、その Amazon カードにすればいやゲームとかもいろんなの買えるし、そういうこと、うん、でもそういうことでもなくない？なんかこうアマゾンの欲しいものアマゾンカードってちょっと面白いけどそうそう、なんかだからさ、なんだろうなみたいな。それで、まあ、あのラジオの放送でね昨日オンエアしたんですけど、まあなんか役者さんがもう加湿器欲しいとかなんかそういう話とかさ、ああああああ、なんかこう、あでもそれも支援になるのかって。なんか私はやっぱり実況につながるものかなとは思ったりしてるのね。実況につながるもん。あ、ごえもんさんいらっしゃい。パソコンだな。え、パソコンパソコンだな。パソコンなんて10万くらいする。天城風結構ウィッシュリストに載せてる人いますよ。あ、そっか。じゃあ後でこうゲーミングチェアって言って低音でボソッとつぶやいた店長がいる。ゲーミング、ちなみに皆さんゲーミングチェアって使ってます？使ってないです。持ってる？持ってないです。え、店長なんて？え、仕事用で7万ぐらいの使ってる。すげー、すごいな。7万あったら花火いくつ買えるんだよ。ホタテいくつ買えるんだ。ホタテいくつ買えるんだよ。ホタテ一応ご一緒にホタテはいかがですか。いくつ買えるんだよ。ホタテちなみに6000円しないで30個殻付きの来る。いいじゃん。美味しいよね。なんかこの間あーおいあー終わってもうた。ホタテ言うてる間に終わってもうた。ホタテ言う。あのねこの間いただきましてね、ホタテ殻付きのやついいね。めちゃめちゃ美味しかったわけですよ。ハラミなんて1キロで3000円もしないぞ。ホタって3キロか、3キロだから殻付きの3キロでだから30個で6000円しなかったかな。もう出撃します。安い計算になるのかな。ホタテ3キロ。うん、そうそうそう。から殻付きね。殻付き。うん。よし、行きましょうか。じゃあロリバちゃん後ろに一緒に回り込みましょうか。おっと、女性陣は後ろから。そうよ。敵は盾を持っている。
おい、なんか爆撃、おい、危ねえ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 、何、おい気をつけろよ、爆撃したんだからよ、したんだからよじゃねえよこの野郎、見つけ、あ、もう死んでる、あはよっしゃ、引きつけよう、え、なんか飛び散ってない、後ろから来てるぞ、よっしゃ私が引きつけよう、 OK OK、 さあ次は、ほらほら、あ、後ろで見るのね、はいはいはい、ほりゃ、ナイスナイス、結構いるぞ後ろ、いるね、よし、一匹やった、一匹やった、え、みんなは盾構えてるからね、撃ち当たんだよ、そのうち、しゃあ、うお、なんだその火炎、うお、これだよ、コンバットバーナー一人で5人分ぐらいの声出すのやめなさい、あなたいいね、声量声量、でも実際あれだよね、声優声優並みの音量出してるよね、それは褒めてるのか、褒めてる褒めてる、お、本当に珍しい、いつもけなすばっかりの、お、ホタテじゃないけど殻付き牡蠣は一斗缶で買います、すごい、うおい、いいねいいね、そういうの大好きよ、そういうのちょうだいちょうだいちょうだい、魂ちょうだい、ちょうだいちょうだい、一斗缶欲しいの一斗缶のホタテは欲しいよ元新人が一斗缶欲しいそうです一斗缶はいらない、だけはいらない、中身くれ一斗缶、でも一斗缶の中身ってホタテじゃないよな普通、まあ、でも牡蠣って一斗缶で売ってるんだ、すごいね、ねえ、私もホタテ欲しいなっていうのはもう、いつの間に、いつの間にこんなに敵減った、あのね、最近さ、もう、あの、まあ、なんかあまり暗く捉えないでほしいんだけど、まあ、あんまり決まったものしか喉通らなくて、おい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 、でね、パスタと、私のプライベート知ってる方は知ってると思うんですけど、パスタとさ、はい、でご飯、お米があんま食べらんないのね、飲み込めないというか、やっぱちょっとほらダーリンショックでさ、食べ物偏っちゃったのよ今回、で、食べられるのがパスタとホタテなんだよね偏りすぎどういう、ね、全くなんかかけ離れたというか、で今日冷凍の白玉をいただいて解凍して食べたんだけど、ちょっと具合悪くなっちゃって、あら、ちょっとやっぱね、なんか合わない、食べ物がほとんど合わないだから、パスタ、そうそう、パスタとね、ホタテじゃないとね、なんかホタテパスタ一択やん、あ、混ぜるあれはなかったけど、だから生のホタテか、ホタテパスタ美味しそうだな、確かに、そう、生のホタテか、なんかパスタ、パスタはね、全粒粉のパスタ食べてますね、自分でなんとか作るようにはして、それでなんかさ、全粒粉って何、なんか粉、ジュラムシモリナ、いや粉粉粉でね、小麦粉みたいな粉粉みたいな、デュラムセモリナ 100% ってやつなんかそれそれそれ、これちょっと合ってんのかな、分かんないけど、お前はそれでいいやみたいな、あっしゃ乗ろうぜこれてーてれー、イエーイ、俺が砲台に乗ってどうすんの、俺動かさないから、よし運転しろ、飲むぜ、どこだ、どこ行け、ちょっとアコミに寄ってくわ、寄る、ちょっと寄ってこう、ちょっとお金下ろしてくるわ、なんかあれだね、ちょっとこういう感じると、お兄やんと秋葉のコンビニ行った感じを思い出すな、
懐かしいことを言い出したぞ。夏なあれ、あのもう今なくなっちゃったけど、秋葉原のドラクエのコンビニですよ。あ、もうなくなっちゃったんだ。あれないのよ、うん、しかもあの今秋葉原ってガランとしてるもんね。ああ、そうだね。そう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 、よくツイッターとかで見るわ。うん、おほほほほ、おい、引っかかってるぞ。引っかかった。ホタテ、ホタテって味付けのレパートリー多そうだから、味付けを変えれば連続してもいけそう。私はね、もう生のを剥がして食べます。ああ、いいね。1日3、4個食べて OK みたいな。それでなんかさ、よく一人暮らしの人がさ、パスタ食べててさ、そんなパスタばっか食べてさ、よくないよって言ってたんだけど、もうパスタになるわ、楽だし。あ、まあまあ、私は体が受け付けないっていうのがあるんだけど。安いし。そう、安いよね、うん。お、最近また人戻ってますよ、秋葉原。そうなんだ。お、いいね。でもお店がないじゃん。お店がやってなかったり。さあ、最近人戻ってもなんかあれだな。昔いたホタルが帰ってきたみたいな名残だな。川が綺麗になってホタル帰ってきたよみたいな。そんなノリやな。めちゃめちゃ、あのロリバちゃん、ちょっと回収をお願いします。なんか俺らドライブしてるか。ドライブ、そうそうそう、私たちなんかちょっと違うゲームになってるけど、ちょっと USJ かなみたいな。あ、面白い。これあの、この戦車が壊れた時にもう地獄を見るぞ。あ、弾なくなった。よし、俺も弾なくなる。ダッシュ降りるか。パパパパパパ、ダッシュ。今二人で同じタイミングで降りた気がする。いやね、友達って本当にも、いやだ、もう本当だよ。だいたい発想同じだからさ、打ち合わせしてないのにだいたい同じこと言うから引くよね。やっぱそういうもんなんだな。うまくできてるわ。ほんと。うまくできてる。ほんと。お、大栗正樹さん、マリアさん、皆さんこんばんは。元新人さんだけさようなら次元の彼方まで。待て待て待て。どんどんいじり出す。いじっていじってもみんないじり始めてきてるぞ、これ。いいか、これ姉さんのチャンネルだからな、俺のチャンネルちゃうぞ。まあでもコラボですからね。まあコラボだけども、コラボですから。で、元新人の YouTube チャンネルね、元新人のレトロゲーム実況のところにですね、全部の動画にコメントした人、トロフィーが、トロフィーコンプ出ます。一人いますからね、本当に。ね、全部の動画、ね、まあ、全部って言っても、まあ、あのその人がコメントし始めた時から、うん、今に至るまでもう何年ぐらいだろう。毎回遡ってみていろいろコメントしてみようか、うん、いいよ。で、あのちなみに、あの元新人はですね、あの佐藤夫妻応援企画の動画を上げてくれてますので、私がね、無理やり送りつけたレトロゲームを無理くり実況してるっていう。この間の、この間のなんか、あ、でもまた新しいの上げてくれたよね。上げた、うん、スカイキッドの次に上げたのがクニオくんかな。うんうん、ね、あの最新が今クニオくんなんですけども、そうそうそう、もうクニオくん種類ありすぎてどれがどれだかわかんねえんだよ。あ、そうよね。めっちゃ種類あるからな、クニオくんな。そう、クニオくんって言えばでもなんか運動会っていうイメージあるな。そう、運動会かドッジボールか。ドッジボールだな。なんかそういうなんか スポーツ系のイメージがある。ウンジョもだろ、ウンジョも。インドのドッジボールのインドの選手。ああ、ウンジョも。ウンジョもね。うん、ウンジョもって確か土地かなんかでそんな名前あったよな、ウンジョも。ウンジョも。言いたいだけで使うウンジョも。ね、そう、あのしりとりの時に重宝するんじょ。そうそう、んじょもまだ大丈夫みたいな。んじょもと、んじゃめなと、ドゥールと、んちゃ。そんだけあれば、んがついてる。インド、なんだと思ってんだよ。ね、運動会も、マッハ〇〇、マッハ〇〇といえば、マッハパンチ。あー、マハパンチか。
マッハチョップ、マッハたたき、踏み明けそれ違うだろ、ゴジラ出てるよねマッハ踏み明けってかヒントでピントで出たんだっけ、なんだっけマッハ踏み明けさん、おっさんおばはんしか分かんないだろうよ。クイズヒントでピントで出てなかった。おプロンプトさんがいつも検索するんですけど、もっとんちんあちんてちんって呼ばれちゃった、ヒットしないんですよね。ズガーズガー検索すんなバカ言うなとかじゃ、たくもいいね、もうまあね全く無視されるよりはいいけどさ、元新人気がやばい、もういじられ始めたな、増えてきましたね、こう新たな、もうみんなね分かってきたんだよね、あこいつならいじっても大丈夫だって分かってきてるその通りなのかな、かー悔しい。もうぜひともですね皆さん、あの元新人のレトロゲーム実況の前工場に注目して、ご覧になってくださいあとそういうところをね見てくれてる人もいるんですよあと絶対うまさ、絶対うまさは求めないでそれな、うん、ゲームのうまさは求めんな、もうでもみんな地球防衛軍見てるからわかるよ、下手くそなんで応援するのをやめますいやいやいやみたいな、あテーブルボスさんありがとう、ヒントでピンとかやっぱりマッハ文明さん出てたの、もうね答えれるのもどうかと思うけど、そうもうもううちはおっさん多いからもう大好きよ本当に、うん、安心する、ヒントでピンといいな、安心する、また見たいわヒントでピントでしょ、象印クイズヒントでピントが見たい、なんかそういうのもうちょっとしたらさ同じようなのやっても怒らんないんじゃない、ね、クイズひらめきパスワードが見たいなるほどザワールドのさスーファミあるでしょ、あるユーユーのクイズでなんとかゴーゴーとか、あテルテボーさんが登録して見てますよ元新さんだって、マジで、うん、ありがとうございます、いやーありがたい、そのねなぜかね不思議なのがね元新さんになるんですよ、レトロさんだ、レトロさんがレトロさんとも前呼ばれたことあるけど、元チンさん、なんで黙んだよ、元チンさんはもうだってもうなんかあ普通だなと思ったら、いや普通じゃねえよここのチャンネルだともう元新人ってもうんって感じだけど、元チンって言うとね、ああ元チンチンの人ねみたいな、あともうだってもう俺なんで俺の名前不正字なの不正字おかしいでしょ、不正字の実況者ってなんだよ、不正字の実況者いいね、あれじゃん、なんかあのボキャブラ天国みたいな感じのなんか不正字の実況者元新人バカパクや、バカパクバカパク、あもう終わるんじゃない、拾っとけ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 、なんか今日すごい好調、絶好調じゃん、サク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 進むじゃん、何これどうしたのみんな、なんか雲飛んできたよいっぱい、何何アーマー2000の人がいて、アーマー2000の人が目覚めた、覚醒した、覚醒してるね、覚醒した、こっちに落ちてる、よし、あ分かる分かる、ポストだったっていうの分かる分かる、それすごい分かる、俺もよく言うそれ、駆けつけたらポストとなんかあのタンクみたいなとかね、振り向けばポスト、お地獄の砂吹きみたいでかっこいいよ、兄やん、そう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 地獄の砂吹き、なんで金谷秀幸なんだよおもう7話進んでる、激突す激突、おエルギヌスに対抗するため要塞バラムの実戦投入が決定しました、現在作戦エリアと輸送中です、要塞バラムは移動要塞 X4 のスモールタイプであり全長50メートルの移動基地です、これをエルギヌスに衝突させることでエルギヌスを撃破します、ストームチームは現地へ急行し作戦遂行を補助してください、ぶつけるの、無茶言うな、そういうこと激突って意味、激突だってなんだろう、危ないデカのタイトルにありそうだ、ありそう、なんかポソッとゴジラ対メカゴジラっていう声がなんかポソッと聞こえたような気もしますけど激突って言えばね、あのジャックの先輩たちに出てました、あの映画ですよね激突、あおあ
あ、これにぶつけんだ。こう速くないこいつ足。飛んできたね。おい、なんか来たね。え、何かが空を飛んできたね。なんだあれ。誰かが、あ、もう姉さん姉さん姉さん取れ。よしよしよし、わしが乗るで。姉さんが乗るやったらなんか、よし、落ちてきた落ちてきた、危ねえ。うお、あれどこどこ、あ、でかっ。これみんなで乗れんじゃないの。それだけだろ。どうすればいいの。いいな。前蹴り前蹴り、おい動いてよ動いてよ。動け。ちょっと待って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 、おい動くぞ。よっしゃー、アッパーじゃん、アッパービーム出ないのこれ。強っ。そらほらほら、いいぞ。あー落ちちゃった今。バイ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 、 YouTube 映えしてるぞ。輝いてる、うん、YouTube 映えしてます。ちょっと置いてかれてるけど、ちょっと待って、頑張れ。俺もちょっとコロボットがちょっと死んでしまった。しゃー、ブレストファイヤー、ブレストファイヤー。痛い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 、ちょっとちょっとちょ、超電磁ヨーヨーが出ない。流拳だ。これどうすればいいの、どうすればいいの。立て立て立て、いてててててて、てもうぶん殴るしかない。ぶん殴る、いいです。なんか R とか適当に押してみて。あ、しまった、落ちちゃった。ちょ、見え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 ない見えない。え、どうなってんのこれ。あ、壊れたんじゃない。まだ乗れんの。じゃあ乗るわ乗るわ乗る。おっしゃー、前のために頑張った。あ、KK さんこんばんは、いらっしゃい。え、これダッシュできないの。エルギヌスって君のことか。わあ、ちょっと総中魂持ってきて。ゴンゴンしてるよ。そっち行かないでよ。これうーん、ドーン。あ、また間違えちゃった。丸ボタン押しちゃダメなんだ。丸ボタン押すと降りちゃう。おれおれ、奮闘してるね。いいよいいよ、いいえ取れてるよ。立て立つんだ。うおーしゃー、いいぞいいぞ。これもね、頑張ってシーンはしてるから、その気持ちだけ汲み取って。そりゃ激しいね。いいよ、足元しか見えねえ。どれが何ボタンか何の説明もなくさ。そうよ、いまだにわからんもんね、操作法。ほりゃ、左右のパンチぐらいしか打てへんもん。左右のパンチもわからんよ、もう。あうおぉ、ちょ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 、復活。キョンシーのような立ち上がり。例えよ。え、立ちなさい。お母さんに言うよ。お母さん頑張って。そう、ちっちゃいロボ、ちっちゃいロボ応援してる。ちっちゃいロボ、ちっちゃいロボが、あー
シンジ君、頭の中で動くイメージするのよ。イメージをするのよ。どっちに行けばいい？エヴァンゲリオンね。リーダーはいないのか？どこにいんの？うん、あ、どこだあれ。敵を殲滅させてみせます。なんか入ってきた。あ、これ前向いてんの？後ろ向いてんの？ついてきた。ちょっと、まずいな。バルムでは巨大生物の速度に対応。ほう、しょうがない、もう自爆しかない。ポチッとな。あ、今週のびっくりドッキリ目か。もうちょっと N2 爆雷を持って突撃する。あれダメじゃん、あれ効かねえじゃん。私が死んでも代わりはいるもの。行きます。急にせっかく可愛い声出たから。あやなみれ行きます。ほら、シャレや。あらなみれ、何？あらなみれ。なんか後ろの方に敵がいっぱい来てるね。でもどれが何パンチか全然わからないもん。わからんのな。ここでアッパーだ。どれや。行けー。踏めー。ストンピングだ、ストンピング。そこで倒れ込め。ストンピングだ。ゆるさん、ゆるさん、あんまりですわパンチ。ありゃ、誰？あんまりデスアパンチってどのキャラ？え、タルルート君のミモラちゃんじゃない？あー、いたね。なんか聞いたことあると思ったらそれか。あんまりですわ。実物の西原久美子さんお会いしましたね、この間ね。おー、めっちゃ可愛いですよ。もう、いいね。楽屋の前で歌の練習されてましたけど、めっちゃ歌も上手だしね、桜大戦のアイリス歌上手なの。いいね、いいね、素晴らしい。さあ、なんかアリがいっぱいくっついてるぞ。そうなんです。俺が今焼却処分しております。全然何ボタンが何かわかんない。もう煙吐いとらん、こっち。やばい。わーお。よいしょ。あー、アリがいっぱい。ちょ、おい、倒すなっつーの。起き上がるのだ。なるほー。これなかなか重たいんですよ、操縦が。重いよ。重いですね、これ。本当重い。なかなか不自由です。うん、まあでもロボットってこういう感じなんだろうなって思う。うん、もうガンダムとかがおかしいやと思う。そうだね。なんかロボットがこういう感じで、ガンダムはなんかでもモビルスーツだからか。まあ、ロボットというかモビルスーツだな。モビルスーツだからいいのか。おりゃー、違う。前に倒れ込もう。倒れるんならもう相手に体重をかけていこう。頭に体重をかけて、おっしゃー。あー、どのボタンが攻撃なんだろうね。とりあえず丸を押したら降りちゃうことは分かったわ。おう、パンチしてる、パンチしてる。いいね、いいね、いいね。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。ワン、ツー。チョップもしてるね。チョップもしてる。ワン、ツー、ワン、ツー。ちょっと待ってね、これ。意外と。だいぶね、大久保正之さんがね、俺の扱いをね、分かってきてるんだよ。あれ、なんか必殺技が入るのかしら。おお、
ビルの中通ってったぞ今、あのエルギヌス。いいな。なんか煙が出てんだけど気のせい？うん、気のせいじゃないよ。ねえねえ、これさ、もしかしてさ、うん、このロボットが終わったら終わり？いや、んなことはないはず。持たせればいいのよね、とにかくね。まあ、ロボで倒すこともできるし、あと、まあ、ロボで倒せなくても他のみんなで頑張れば倒せます。距離感が分かんないのよ。分かんないんだよ、結構ね。手前で吹っ飛んでるロボ吹っ飛んでった。あれあれ、ねえ、あれ、ね、ロボットなくなっちゃったんだけど。姉さんっぽいね。ちと見切れないところがもう最高。え、どういうこと？映えしてるよ。 YouTube 映えしてるよ。あれ、ロボットどっか行っちゃったよ。うん、飛んでった。ぶっ壊れて飛んでった。さあ、あとはみんな頑張ろうか、この巨体を。あれ、急に壊れなかった？最後飛んでったよ。へ、面白かった。いいやん、面白かった。いや、こっち映ってないわ。そうなんだよな、こっちではバッチリ、もう飛んでったーってなったけど。え、これいつまで持たせればいいの？一定ダメージを与えたら撤退という感じかしら。倒すんじゃなかったかな、ここで。R1 が右パンチ、L1 が左パンチなんだって。へぇ、うん。もうないから。もうどっか吹っ飛んでちゃった。もうどこ行っちゃったから、もう。もうへーっていう。あ、そうだったのねっていう過去結果方。じゃあほら、また乗れたらさ、よしってなるけど、なんか、ないからしょうがない。うわあ、あ、あ、大して食らわないダメージ。大して食らわない。別れた男のことなんか気にしないわよ。あ、倒したんじゃない？やったねー。お、膝から崩れ落ちた。大丈夫ですか？駆け寄ろうぜ。あ、落ちてる。箱。アーマー3つ取った。よし、アーマー1個取った。オッケー。オッケーです。さあ次。何？サクサクだ。これまたあれじゃん。うわー、来たー。読まなくてもみたいな。こいつじゃダメだ。変化変えます。どうしようかな。ちょっと待って、武器を変えましょう。プラズマランチャー、ブラストランチャー。ブラストランチャーってどういうのだろう。うん、これどうしようかな。時間かかる、やめた方がいい。まあ、じゃあこのままいつものままでいきましょうか。よし、よし、これで、これでいきましょうかね。何？フォーリナーの航空部隊が市街地上空に侵入、飛行ドローンを中心にした編成ですが、レッドカラーも数機確認されています。これより迎撃作戦を開始。対空装備で出撃してください。ちゃんと書いてあるじゃん。対空装備。まあ、あれか？主にホーミングとか？こいつ早いからホーミング避けるしね、結構ね。うん、それでもめげずに撃つみたいな。わ、多いね。いっぱいいる。わー、いっぱいいる。これちょっとみんなと一緒にいるか。パーティーを始めるぞーってさ。よし、おらー、見た目かっこいいミサイル撃ちまくってやる。またいるね。またハッチ、ハッチか、ハッチ開く？あら、わかんない。新手が来る、ね、スイカオーダー来ますか？行って、何すんだよ。いこいつか、赤いの早いな。さすが、さすが赤いだけあって。赤いの3倍3倍な、なんか、なんかが3倍。赤い、某赤い3倍カレー食べたけど辛くなかったぞ。
3倍ぐらいになるんじゃない、皆さん300台ぐらいになるんじゃない、あの神経やられてっからね、ダメですよね、うん、3倍じゃダメだ、痛覚ないんちゃう、そう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 、私含むあの辛いの大丈夫な人って神経ちょっと、あ、なにこれ、おい、やられた、あ、なんか変なのがいる、どうしようかな、うわ、まだあっちにいっぱいいんじゃん、わらわら飛んでるね、一個一個細かいところから一歩一歩、くそ当たらね、お、赤いの落ちた、嘘、赤いの落ちた、一個やった、オッケーオッケー、いいねいいね、ミラジマランチャーじゃないよ、よし、ちょっと歩道橋に階段から登ってみた、一歩一歩細かいね、これ一歩一歩ちゃんと登るんだね、え、登れるのやってみよう、階段ちゃんと登るんだ、一歩一歩カン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 言うて、あ、本当だ、基本的に飛んでる、わお、レーダーの左端が真っ赤っかだ、真っ赤っかだね、これ真っ赤っかですな、どうしようかな、これ射程距離が短いから突っ込むしかないという悲しい事実、んー、なんか今援護に回ってる、ミサイルって思ったより射程距離短いんだよな、中距離ってやつ、そんなことないの、もうこれさ自分で使ってってさ、すげえ集中砲火受けてんな、距離体で覚えていくしかないよね、そうそうそう、開くね、あいつ開くね、え、あ、どれ、倒さないかな、あれ、あー、ほんと、あらでもない姿になってるね、行くわ、じゃあ、お、お、誰か撃ってる、私が撃っている、おー、ナイス、ナイスです、あ、いや、あ、いや、何、なんか私よりもでかいダメージが入ってる気がする、店長かL1L1R1L1 で左ジャブ左ストレート右チョップ左アッパーの順でコンボできますが終わってる何の話いいね、いや、さっきの話コメント見たら書いてあった、あ、ロボットいいね、終わってるって、この自己完結っぷりいいね、お、いいね、やったね、やりました、ナイス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 、ミサイル撃ちまくるわ、愚直に愚直にミサイルを撃ちまくる、おい、まあでもちょっとこれ酔わないでできるようになってよかったな、もう完全に復活じゃないですか、そう、でもこの間のねコナンの放送でね酔ってね途中リタイアっていうまあ体調にもよるんだろうな、そう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 、まあ、なるべく明るい部屋で離れてプレイをするように心がけておりますけども、もうね、あの最近のアニメに必ずついてくるテロップやんそれ、うん、いや、あれさ、その当時問題になったポケモンの動画があるでしょ、うん、あ、本当かよと思って見たらさ具合悪くなった、うん、うわー、ほんまや、これはダメだって思って途中で止めたよ、なんかね、あんまりぐっと具合悪くなる、なるんだやっぱり、なったなった、あ、これトリゴンショック、気絶するっていうトリゴンショック、うん、あんまりあのはっきりとは言えないですけどトリゴンショックっていう名称のあれね、俺見たけど何もなかったわ、グッとグッと急激に気絶するような感じを覚えたからやめました、やばいなそれは、ほんまもんやな、おーって思った、全然当たんないの、全然当たんないの、攻撃が打ってんだけどね、フォーミング避けてくの、綺麗に当たった、よし、しゃー、落としました、オッケー、落とした、もう一気、あー、歩道橋の上、アイテム、階段登ろ、階段登ろ、よいしょ、し
しゃー、ちょっと回収をしつつですね移動しております。まあこれもおうっちゃりさんあかん、名前出したらあかんはっきり言うたらあかんよし俺もあいつも倒してやろう、来いよ来いよ、あそこにいるのね、よっしゃ落としたあら、みんながだいぶ弱らせてくれたから落とせたよ、みんなのおかげだよ、ありがとう、もうなんかすごい似合わない、なんだよ俺がいつも思ってることだよ、もう思ってるだけにしとき、え何暗くなった、飽きた、またこれどうしてほしいわけアースイーターには俺は手も足も出ませんよこの装備じゃ、アースイーターどうすればいいのこれ、なんかね撃ってるとことかね敵が出てくるところを撃てばいい、頭の悪い説明だよな、だ小学生か、あとね敵が出てくるところがあってねそこ撃てばいいの、あとでそっちが そ小学生じゃない、それ小学生かもしれないけどなんかちょっと違う小学生、でかい小学生だ、あとであそこの赤いところが開くってこと、あの赤いところも開きますし、あとなんか変な三角形に尖ったところも開きます、三角形に尖ったとこ、尖ったところなんか突起物、あ結構おばあちゃんの乳首みたいなやつ納得すんな、じゃあおばあちゃんの乳首って言ってあーってなる、見たことねえんだからよ、見たことねえんだからよどんなイメージだよおばあちゃんの乳首に対するイメージ、なんか長くて硬そうなイメージイメージね、イメージ、うん、感想はイメージです、どこも開かんねえなかなかね、開かないで終わるんじゃないここ、えあいつ倒したらふっとしてててけてけててってなるの、そうてっててけてけてってけてけ、なるやん、来ましたてっててけてけて、あー全然武器が入らんな、さあうわーどうしよう、さあどうしようどうしよう、大野将司選手いらっしゃい、こんばんは、ユンピョウです、もうどういうこともう入りから古いねんて、俺らのてか姉さんと俺の実況、若いんだけどね大野選手ね若いんですけど、来たよ、なんだ今度は雲型巨大生物、雲ですって、なんとかだな、おレンジャー、他の職業いじれないなそうだよねここまで来ちゃうとね、プロンプトさんのその伏せ字ピオさん何を隠したみたいな、うん、いいですね、かっこやらしい意味でみたいな、あなんかいっぱい来るじゃん、もうプロンプトさんにかかったら誰も彼もが伏せ字だね、いいね、いいか？いや、俺や。なんか想像させるって大事だよね。お、いいですね。大野選手こんばんはってやっぱりみんなにもね、ここのコメント欄に遊びに来る大野将司はプロレスラーという認識が浸透してまいりましたな。いいですな。いいですな。結構普通に行きますよね、いろんな方がね、ガチの忍者とかね、ガチの忍者、うん、あーしまった、エアレーダーの修行終わった悔やまれる元チンの伏せ字が一番いいよね一番いいってどういうことや、グッズ出そうか、元チン、ちなみにあれだよ、今ね、すずりが来週の火曜日まで、はあ、セールになってるんですよ、はあ、1000円引きで、あいいね、そうそうそう、なのでね、
元新人 T シャツとか出さないの鈴木で。どうしてもね、誰が買うねんって思っちゃうんだよね。まあ、やってみるか一回、せっかくだから、どうせ損ないんだから。やっていきますね、ステッカーとかさ。でもあの赤いとこでさ、白抜きで元新人って書いてあるの、あれいいよね。あれね、いろいろ練ったもんな、あれ。そう練り込んだもんな、いろいろな。あ、この字どうかな、この字どうかな、みたいな。そう、あれさ、こういうのがいいよって言って、やったね。うん、2つのフォントが混じってたはずだよ、あれ。あれさ、お兄やさん、ツイッターのヘッダーっていうの、あれどうすんの。本当いい加減ちょっとやらないか。あなた、どうしてもあれ思いつかなくてね、なかなかね、うまくね、なおどうやろうかな、レトロゲームの画面とか載せといた方がいいのかなとかね、いろいろ考えてるんだから、ね。どうもいいやが浮かびませんの。お兄やんの手ぶら画像。それ、絶対みんな登録しないよ。登録する人、おかしな人だよ、それ。したら、あれじゃない、なんか、そうね、あ、いいかもね。もう、めっちゃ笑ってるの、ね、その道の専門の、こう、方が。お兄やんのヘッダー、なんか、なんていうの、カクカク文字のなんて言うんでしたっけ、これのドット絵の、あ、なんか上になんか来てんな、また来たよ。また来たね、また空覆っちゃうでみたいな。こいつは後回しだな。後回しだ。アンティルドーンってどうしたの、プロムトさん急に。どうした、お兄やが言ったから。どうした、アンティルドーンって言ってますけど、なんか何があった、どうした、何があった、急に持病がアンティルドーンってどうしたんだろう。あ、ちなみにアンティルドーンの実況だとね、マジで切れてる俺が見れますのでね、よろしく。アンティルドーン面白いよね。ね、一箇所だけでマジで俺切れてますから。あのゲームのなんかそのなシステムとかで切れてるんじゃなくて、ただ単にその登場キャラで切れてますから。そう。あ、そう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 、お兄やんさ、コラボトーク、あ、ツイキャスでトークしたやつを YouTube に上げられるんだよね。あ、できるはず。そうそう、なので、まあ、ツイキャスで。そのゲームトークしたりして YouTube に上げるっていうこともできますね。そう、できるので、なんかシリーズ化できたらいいなみたいな。もうこのゲームとかこのメーカーさんについて語るとかね。うん、テーマ決めといて、うん、私わからないのでインタビューしていく感じで、うんうん、でもどうしよう、俺パックインビデオとか言われてもわかんねえよ。パックインビデオ、パックインビデオって何出してたかな、パックインビデオって。あのね、ソフトオンデマンドみたいな感じちゃうわ。え、ちゃんとしたとこ、ちゃんとしたとこって言ったらソフトオンデマンドがちゃんとしない。ちゃんとしてますよ。言い方だけど、ちゃんとしない言い方だけど、そうじゃなくて、うん、あのエロくないとこ。ああ、そういうこと。ああ、そうやっていいのか。うわ、早っ。おい、パックインビデオで終わってもうたやんけ。そんな終わり、よっしゃー。オッケー。よっしゃー。オッケー。何？うっかりさん悪かったよ、登録してて。プロムトさん、元ちさんのツイートでアンティルドーンが出てたんで思わず、あの画像ご本人ですよね。どれだよ。どれのことだ。あ、輸送船か。ハッチ、じゃあ上に向けて、じゃあ私が中に入って壊していきましょうか。お、よろしくお願いいたします。はい、おっかりさん、春田純一さんについて語ってください。あ、本当だ、春田さん、この間のダーリーの入院のことでメッセージくださいましたね、春田さん。すごーく遠くの敵撃つの好き。
超長距離射撃ってやつ、うん、スナイパーライフルでトントントーンって楽しい。ちなみに UFO 撃ってるの俺やで。私も撃ってるよ。お、頑張っとるね。なんで上からなんだよこの野郎。頑張ってるね。やるねよ。何、なんか部長クラスってこと？え、なになになに、大型輸送船。あれよ。結構飛んでんな。オッケー、一個破壊。いい感じ、いい感じ。あ、レンジャー楽、本当に。じゃあやれだってよ。まあこれあれですよね。始めれば一緒にみんなでもできるのかな。ん？この。だっけ、あのオンラインサロンで会える。うんうんうん、行きますな。まあどっかで参加型で一回ねクリアしたら参加型でっていうのも面白いかもしれないけど。あ、ちなみにさっき言ってたあのプロンプトさんのアンティルドーンの顔本人ですよねってのは、うん、あのほらあの殺人鬼の顔や。ああ、あの覆面、そう覆面、あ、そうです、本人です。覆面って今言ったやん。いや、覆面の中が本人ですって。わかんねえだろ、覆面の中。え、覆面の中ってあいつやん。あいつやん。え、それは詳しくは動画でね。あえて言わない。あえて言わないですよ。うん、あいつやん。あの女の子でしょ。あ、そうそう、あのオカマね。まさか、まさかオカマが混じってるとは、みたいな。なんかでも今ってオカマって言ったらいけないらしくて。ああ、でもオカマの人自分でオカマって言ってる。そうそうそう、そうなのよ、そうなのよ、そうなの。だからなんかひばりさんがそれを言っててさ、なんか私自分で言ってるんだからいいじゃんみたいな。カマタクさんも言ってるよ。あ、カマタクさんね、言ってるよ、自分でオカマですって。そうね、だから誰が怒ってんのかなみたいな。だからそういう差別だって言ってる人が怒ってるんだよね、うん、そういうふうに思う人、お前が差別してんじゃんっていうやつが怒ってるね。で、何、なんか出始めの頃にそのお姉っていう言葉が、あ、ファッションのお姉さんっぽいファッションのジャンルをお姉系のファッションって言ったりするから、その人たちからそのニューハーフとかをオカマをお姉っていうのをやめてくれっていう抗議が来たっていう話を聞いて、でもなんだっけな、今なんかそのニューハーフもダメみたいな。もうなんかひばりさんが本当じゃあなんて言えばいいのよってそうっすよねみたいな。絶対本人たちは多分思ってない人が多いと思うよ。差別だともなんとも、まあ、そうだよね。だってみんな差別って思って言ってないと思うよ。うん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 、差別だって言う人が、それ以外はみんな差別してないと思う。みんな親しみ込めて。そう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 。でもなんかひばりさんに至っては、私の中では お姉とか何とかじゃなくて、もう忍者っていう認識だからさ。それはもういいんじゃない、忍者、忍者。もう性別を超越せし。参加は全裸ですか。大野選手、そうよ、俺も今パンイチだからね。え、今ひっくるめて LGBTQ って総称させたいマーケティング戦略は進んでますよ。でもなんかあんまりそのご本人たちはって感じ。どこの団体だよ LGBT って。地球防衛軍のなんかとか。なんかね、思うじゃん、そういう風に。FGDB どこの団体だよ。何の組織でやってるんじゃん。あ、新しいプロレス団体。ねえ。なんか俺の目の前の地面がさっきから割れまくってんだけど、バキー、バキーって。なんか物騒なの、物騒だな、この人。この人、王の中をハンマーとすんげえ投げ銃持って、物騒だな。なんだレンジャーさん、なんかまたレンジャーじゃないわ、センサーさん、またなんか降ってきた。
っぱい降ってくるね。あ、いっぱいいるね。あらら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 。これでもさ、8人ぐらいで同時プレイできたら面白そうなのにね。ねえ、4人なんだよな。8人すげえな。あ、8人ぐらいでちょっとこう、うわーっと戦えたら。っていうか、輸送船団逃げてかない、あいつら。待てー。 LGBTQ って新しいメロリン Q みたいな。メロリン Q、 懐かしいことを言う。メロリン Q ってあったね。メロリン Q、 小錦脱臼メロリン Q みたいなそんなジョイマンみたいなことやめてたけしの元気が出るテレビじゃん。うん。ね、あれ、そう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 、あのグレート義太夫さんね。うん。義太夫さん、あのすごくよくしてくださってるんですけど。義太夫さんにたけし軍の写真集持ってくと面白いよ。なんで？たけし軍昔写真集出してましたからね。アイドルみたいな感じで。アイドル軍団みたいな感じか。そう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 、そう最初そうじゃん。なんかしゃ、なんだよ、うるせえな、誰だ私のこと。うわー、なんか爆発した背後ですごい、よく考えると怖いよね。なんか背後で爆発した。怖い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 かなり怖いことが起きてるね。やっぱあいつらって落とさなくちゃいけないのか。面白いな。ちょっと拾ってから行くか。落ちてないかな。よし。皆さん、まあ今日はですね、割と私の配信にしては早めのスタートの配信なんですけれども、皆さんお食事はもう食べました？食べた。今日何食べた？メンチカツ。メンチカツだけってことないでしょ？メンチカツとなんかサラダとご飯以上小学生の給食報告だよ。なんかなんかご飯みたいな。なんかご飯、なんかご飯、どねんどねんご飯。メンチカツペロペロした。あのね、一回口に入れてね、一回出したよねガポッするみたいなね。お、え、プロモトさん、ヤフオクで写真集251円で売ってます。あ、超欲しいそれ。マジか。欲しいものリスト、たけし軍の。すげえなー、欲しいものリスト、たけし軍の写真集。なんか昔義太夫さんから電話かかってきて、あれ、どうしたのかなと思って、もしもし、お疲れ様です、もしもしって言ったら、義太夫さんにゃーんにゃーんって言っててさ、ええ、義太夫さん、もしもし、義太夫さんって言ったら、なんかポケットの中で電話おっしゃったみたいで、間違えて私にかかっちゃって、あ、猫飼ってた猫が泣いてたみたいで、ずっとふんふん。え、どういうこと、ギダユさん、ギダユさん、え、何プレイこれ、ギダユさん初めてギダユさんと話した時に、うん、私電話で初めて話したのね、義太夫さんとね。うんうんうん、で、あの盛り上がってさ、いろいろ話した時に、で、まあ仕事でいろんなとこ行ったっていう話を聞いた時にさ、なんかどこ、うん、どこ面白かったですかって、まあそれ10年ぐらい前の話なんだけど、うん、聞いたらさ、なんか SM クラブに取材に行った時に、もう出だしからちょっと面白そうでしょ、なんか SM クラブに行った時にねって、うん、なんかいろいろその、うんうん、プレイのコースが書いてあると、どれがいくら、何がいくらっていう風に書いてあって、うん、その中で、おー、終わった、オプションでね、え、終わるときにこの話、オプションでね、おなら500円って書いてあったらしいよ。え、そんなオプションあるの？しかも安いの、そんなに。いや、安いか、おならのオプション500円って。いやー、オプションとしては安い、知らんけどね、詳しくね、詳しく知らないけど、オプションとしては安いじゃないか。どうなの、その SM クラブでオプションでおならが500円。うん、でもさ、出せって言われても出せるもんじゃないじゃん。うんうんうん、はい出してって言われても。出撃します。だ、そう考えると出す方からしては500円って、まあ安いなとは思うよね。はあ、
無理無理に出して、だってオプションなんだから出さないとダメじゃん。違うご褒美が、何を言ってるのあなた。ほらうっかりさんが今肉食ってますって書いてあるでしょよあなた。いや大丈夫大丈夫、肉と思ってね食えばいい。来たプロンプトさん、おならをかけるのが500円、それともおならを強制的にさせないのが500円。込み込みだ、込み込みも。それ多分ね、ギダユさんも多分知らないと思うんだよ、なんか書いてあるって。なんだったらあの聞いてみます、キラユさんに。聞こ聞こ。なんかおなんかでかい雲いない？でかい雲いるよ。なんか目悪くなった、私のために配慮してくれたのかなと思ったら違う。どっちなんだろうな、おならを多分かけるのが500円だっていう、認識私は。いいじゃん、いいじゃんって いいのか。でも、すごい気軽く、はい出してって言って500円だってオプション頼んでんだからさ、トッピングでしょ、うん、トッピングでしょ、要するにトッピングだね。だってラーメン屋さんでさ、トッピングでさ、麺もありませんって言われたらええってなるじゃん。でトッピングで今日おならないんですよねって言われたらちょっと、あ、すみません、おなら今日切れちゃいました、切れちゃいました、どういうこと、みたいな。切れるって何、中在庫、在庫って何、在庫、在庫って何。おならの在庫って何、何行列のできる M 相談所という SM クラブは女子のおならをかけるオプションがあるようです。何そ、調べたの今。調べたんじゃないよ、あのいつものたしなみで。あ、知ってたの。なじみのお店を教えてくれてるんだ。ああ、常連さんなの。常連さん。あ、なるほどね。でも、あ、おなら先にすると怒られちゃう、するかも、おならしちゃったんですかみたいな。でもたぶんさ、その叱るべきタイミングってあると思うんだよね。むずっ。いやだから難しいから、そう考えると安いか、安いな。そう考えると安いぞ。だ結論的に最初言って安っていうのは合ってるのではなかろうかという、いろいろなんかね、あーであるからこうであるって、なんかすごいこう書き回した上で安いということが決まりました。そうやっぱほらいろいろ検討していかないと。おお、なんだこれ、でかっ。いいねいいねいいのいただきました、ありがとう。これでこれで硬ければ最高だね。硬いの太いの長いの、おお、筋肉マンに怒られるぞ。牛丼ヒット数字ってやつね。そう、あれさ、でも漫画だと80年のはずだったんだけどな、300年って。そう、アニメだと300年になってるんだよな。まあ、あれよく歌作ったよね、あの節ね。そうなんだ、あの節作るのっていいよね、アニメだっていう、そのどうでもいいところに節が作られるのすげえ好きなんだよ、ね、いいよね、うん、ちなみに私あの筋肉マンボ好きなのよ。ああ、笑ってごまかせ、あっはっはです。そう筋肉マンボ。あのコーラスやりたい。もう参加したい、そういう視点なのよね、相変わらず。何日暮里にエッチな香りという匂いフェチ専門店もあるって。あ、いいな、日暮里。日暮里うち近いですからね。チャリンコで行きますからね、日暮里。なんかでかい雲が引っかかってる。ひでえな、もうプロムトさんのそれ。裏筋300円って、裏筋300円ってどうすんの。300円なのは分かったけど、使用目的が300円って推測にすぎませんが、すでになんかあれね、あのね、マリア旦那がね大変な思いして入院してるのにって思うかもしれないけどね、うちのダーリンはあの日常でいてくださいって多分望むと思うのでね、もうこのまんまで行かせていただいております。
あとラストかな。そう、ホタテ食べたいな。殻付きの殻ごと、殻ごといくわカルシウム、カルシウム、カルシウム、バリバリね、欲しいものリスト。硬いものって言うとカルシウムって言うけど、本当にカルシウムなのか。多分もっとなんか違う、なんかマグネシウムとかのが含有量の話でしょ。もうカルシウムって言うけど、カズさん復帰してこのコメ欄見てほしいわとか。あ、多分なんか、あ、よかったねって言って終わりだと思う。みんなに遊んでもらったんだね、よかったねって言って、うん、ツアー組むかプロンプトさんの案内でツアーツアーあれですね、このコロナ落ち着いたらオフ会もやりたいですね。やりてえなー。元新を東京に呼んでおい、やっつけていいかい、ラスト。やっちゃやっちゃ、やっていきますね。やっていきましょう。これで相手バーナーうるせえな、なんつったんだよ。バーナーっつった超えた。そう、和久さんはですね、意外とこう、あ、もうよかったねって言って優しい感じで見守って、おお、気づいたらもう62までいってるよ。すげえじゃん。いいじゃんいいじゃん、ちょっと行こうぜ、ガツガツ。お、アースイーターは世界各地に広がり続けています。すでに多くの大都市が壊滅。え、もうそんな感じになってんの。世界は被害は想像を絶しています。信じられないことですが、このままでは本当に地球は覆い尽くされてしまいます。もはや文明崩壊も時間の問題です。今すぐにアースイーターを破壊しなければなりません。すでに各地では攻撃作戦が開始されています。おい、読んで途中ごめん、オッケーしたらあれ、みんなオッケーしてんじゃんとか、ごめんごめん。いいですね、行きましょう。なかった。だからホタテ食べたいんやって。ホタテなんて何年食ってねえかな。うえい、でもね、本当いただいてね、ありがたかったです。あと、なんだっけ、グエントの、私あのグエントの放送もしてるんですけど、うんうん、ツイキャスで放送したやつをアップしてるんだけど、あれ、お兄は助かったわ、あのやり方を教えてくれて。ああ、あれか、うん、よかったよかった。で、あのガチャアプリでやってるんですけど、グエントね、そのアプリのそのガチャの差し入れをいただきましてガチャの差し入れ、そう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 、だからそのガチャ分のなんていうの、あのアマゾン、違う、あのアップルカードみたいな。あ、はいはいはい、そう、うん、そういうことね。そう、だからやっぱね、やっぱ実況に来た方がいいんじゃねえかって思いながら、うんうん、だって今私あれじゃない、応援企画で応援してもらってるのに、こんな私自腹でホタテとか買えないわよいや、私本当にお金使わないで頑張ってるんだよ、ね、そうだよね。そう、皆様に助けていただいて、全部あの取って病院のに当てたりとかしてますよ、うん、本当さ、入院するとさ、病院の入院費だけじゃないからね、かかるのね。あ、結構そうそう、雑費がねかかるからね。ちょ、お兄やも気をつけてよね。あ、あれないねとか言って、普通、あれ、これどこに向かえばいいの普通のコメントしやがって。バレた、なんだねって、ね気をつけなあかんねえのね。ああ、これを攻撃してんのか。そう、本当もう毎度私放送で言ってますけど、みんなもう本当入院とかねやめてね、大事にしてくださいね、体ね。体は大事だよ。本当よ。ほりゃ。ほりゃ。ほりゃ。なんか。これ当たってた。なんか砲台が。ああ、中に入れよかった。なんだその悪口。
なんか富士通みたいに砲台ついてるじゃんこれ。おお、わこれ削られない結構チクチクね。どうすればいいんだ。あれ落ちてる。うん、落とした。ん、筋トレと筋トレをしてれば大概大丈夫。あ、いいね。そうか。え、お肉が落ちてきた。マジでどこ。ロリバちゃん、え、拾いに行こうとするんじゃないよ。あ、本当だ、お肉じゃないじゃん。ロボットが落ちてきた。あー、ロボいらない。最近ね、お肉が食べられなくてね、うーん、か多分おえってなっちゃうので。うわ、それはやっぱホタテだな。なんか最近肉ばっか食ってるな。最近の話じゃないでしょあなた。バレた、またか。ハラミ、サガリ、ホルモン、肉ばっか食っとんな。痩せる気配なしだね。なしだね。結構いるな。結構削られちまった今。このロボがね、結構うざいんです。うざいな。変な動きでしょ。この野郎。ご飯。戦闘準備。イエスター。何、あの糖質制限って何って話。うん、なんかご飯とかを白米を減らすとかを、お前らそれでも日本人かみたいな。米を食べろ、米を。なんかどうなんだろうね。それは痩せれるのはいいけどさ、米を断つなんて無理。一定なうせえな、この野郎。あの糖質制限さ、まあこれ私の周りの話なので一部なんですけど、うん、糖質制限、男の人は効果出てるけど、糖質制限やってるっていう女の人、痩せてる人いないよ。おっていうのが私の感想。糖質だと分からずに食ってるのあんじゃないの、ケーキとか。すごいすごい調べて。ケーキなんて全力だろうよ。いやでもありえない話ではないぞ。うわー、なんか来た。うわー、いや痩せたいんですって言ってケーキ食べんの。糖質じゃないか、糖質ってお米でしょみたいな。いそうじゃん。クソバカだな。私の友達、女友達クソバカだな。いや、あのね、なんだっけ、まあ俺がちょっと今健康診断のデータ入力をやってんですけど、はい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 、仕事でね。お気になる、うん、で血糖を下げる薬とか、うん、血圧を下げる薬とかを服薬してる人はチェックをつけてくださいって書いてあるのね。おで、その血糖を下げる薬にチェックがついてなくて、その他にチェックがついてて、で見てみたら、糖尿病の薬って書いてあるんですよ。はあ、血糖下げる薬やろそれって。あ、自分が飲んでるの。そうそう、なんだか分かった。うん、いや糖尿病だから、糖が甘くなるから、血じゃないからって思ってんじゃない。あ、そういうこと。うん、多分そういう人結構いるよ。あ、だからね、とんでもない人はいるんですよ世の中に。いろいろ。それ高齢者じゃなくて、別に年はまあ、俺がやってるのが40以上の人だから、高齢者ももちろんいるけど、そんな高齢者じゃない人も入ってる。うっかりさ、薬の効果見てねえんだよ。血糖を下げる薬にチェックが入ってなくて、糖尿病の薬ってなんだよ。あのね、その薬のことでちょっと思い出したんですけど、昼間ちょっとロリバちゃんにも言ったんだけどね、すっごい納得いかないことがあって、なんだっけ、薬剤師さん、薬局でさ、なんか今日どうされましたって聞かれるのよね。
ほぼほぼ聞かれるわけ、うん、98% ぐらいの確率で今日どうされましたって。いやそれもだってお医者さんに言ってるから、おうおうおう、あのなんで聞くんですかって。おうおうおう、それもう終わってんのよ。で、その答えが人によって違うわけ、うん、薬剤師さんの人によって答え、なんか薬剤師の決まりなんですって言ったりとか、うん、引き下がる人もいたり、なんかすいませんっていう人もいたりさ、うん、なんかなんていうの、記録としてつけたいから聞いてるだけなんでとか、みんなバラバラなこと答えるわけ、うん、ね。おうおうおう。でも結局さ、その、まあ、例えばインフルエンザの時に A 型 B 型ってあってさ、うん、でも出る薬タミフルなんだよね。おう、うん、で今日どうしました、インフルエンザですか A 型ですか B 型ですかって聞かれたの、薬剤師さんに、うん、別に最近の話じゃないですよこれで。ね、そのもう何型とかさ、分かっ、お医者さんに言われて分かってて、でその A 型 B 型で薬違うんだったらともかくタミフルなのよ。なんで聞くんですかって、なんか変わるんですかって聞いたのよ、うん、なんか違うんですか薬って言ったら、なんか先生がその薬間違えることもあるので聞いてるんですけど、でも A 型 B 型もタミフルですよねって、うん、でなんでそれをで、ほんとさ、あすいませんって言って引き下がる人もいるけど、なんかそれ聞かないといけない決まりだからって言って、すごいしつこい人もいるわけね。なんだったらジェネリックの薬勧めるよりしつこい人がいて、なんあれは答えなくちゃいけないの、何なのあれは。薬剤師さんたちはどういうマニュアルっていうか、どういう教育を受けてその決まりがあって言ってるの。俺そもそもそんなどうされましたって聞かれたことないからね。いやでもさ、もう分かってるから。いやだからどうされましたってさ、もうおかしいよね。まあ、それはあなたに答えなくちゃいけないことなのって聞いたら、決まりだからって言って、その決まりに私が答え、なんていうのかな、それ乗っかんないといけないのかもわかんないし、でそのデメーラーが勝手に決めた決まりをこっちに従わすなと思って。そう、それでなんかそういうふうに言わない人もいるわけよ。だからあの統一してほしい答えを、うんうん、あれは なんか別に必要なら答えるよ私も。でもなんかさ、ちゃんと答えれなかったり、みんな毎回違うことをそれは答えなくちゃいけないのかなっていうのがね、めちゃめちゃ納得いかないわけですよ。納得いかないね。でなんだったら切れる人いて、うん、あーいいじゃんそれ、プロなら当ててみなさいってそれ言おうそれいいね、それ言うわ、それいい、それ言うわでそんでね、なんかまあこれ自分のことだからいいんだけど、うん、お尻にねポッチができちゃった時があってね。いや私日光アレルギーで、日光当たるとなんかお尻に赤いポッチ出ちゃうのよ。あ、終わっちゃった。お尻の話したら終わっちゃったよ。それで、で別に私こうやってほら今 YouTube で言ってるぐらいだから別にいいんですけど、うん、今日どうされましたって聞いた後に、そのなんていうの、処方箋かなんか見て、その薬剤師の女の人がね、あお尻の出来物ですねみたいなことを大きな声で言うわけよ。うん、うん、まあ、別にそれだから私だからいいけど、それなんか嫌がる人いるんじゃないかなって思ってさ。なんかじゃあ見てわかんだったら言わなくてよくないとかね。これを見ている薬剤師たちよ、どうなのよその辺。すごいな、そんなこと言われたことないからわかんねえや、その辺。なんでどうされましたって聞かれたら俺、はぁってなるけどね。いや、まずそこ時点で。本当にすごい聞かれる。あれ、これ手前から落とした方がいいのかな。その時点で、はぁなるけど。いや、はぁなのよ。いや、これ、私は なんで聞かれてるのこれ、お医者さんじゃないのに。だって診断終わってるから、薬をもらいに来てるわけじゃん。ハッチ内部を狙え。早く閉まれ。納得いかねえなあそこは。あ、ダメだ。ダメでした。電池なくなったので落ちます。マリアさん、皆さんお疲れ様でした。あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。え、私が行くところでは聞かれたことないです。マジか。ほら、ないんだよね。私しょっちゅう聞かれるよ。いろんな薬局行くので。
うち今あれなのよ、ほら、あのまあ一人入院してて、私自身も病院行ってるけどね、あの母とかおじとかもあれだから付き添いで行くからさ、しょっちゅう薬局行くわけよ。はい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 。ほぼ聞かれるよ。聞かれるよね、しょっちゅう聞かれる私。今日どうされましたって。でどうされましたって言ってさ、えって言って答えないでいると、その薬の処方箋見て、あなんか何々なんか熱出ちゃったんですかねとか、でいやそういうんじゃないんですけどって。ね、なんか、あ、なんか薬の、薬が変わってますけど大丈夫ですかねとか言われるけど、あ、それはわかるけど、でも俺知らんかなと思うけどね、俺に聞くなって言うけど、思うけど、医者に聞けって思うけど、そういう時薬減りましたけど大丈夫ですか、いや大丈夫だって医者が判断したから減ったけど、俺に聞かれても困るわ。そういうことってあるじゃない。もう初めてイボジになったとき、受付も女性、看護師、先生も女性で恥ずかしい思いをしました。あー。それはちょっとある意味違う人が行くとご褒美になる。でもあれだよね、男性、なんだろう、女性、相手女性だから大丈夫だろうっていうのも、なんかかわいそうだよね。男性も嫌だなって思うことは、それはある、ね。まあ思う人はね、それは確かにあると思う。あるけど、その、ある人によっては、例えばこう、まあバカな友人どもはなんかすごい綺麗な女医さんに直腸検査されてとか言ってるバカもいるわけですよ。されてこいよ。指入れられてとか言ってるバカもいるわけですよ。でもその金額で払えばさ、入れてくれんじゃない、指だけだったらね。あ、それも私も違う、回答的に。違う、なんか違うか、うん、なんかだいぶ男性に寄り添った答え方をされておおいでで、はい。何、なんかもう敵かなり減ってんじゃん、何これ。あ、もちもちさんこんばんは、いらっしゃい。とんでもない話の時に入ってきましたね。うん、とにかく私はその薬剤師の対応が納得いかんのよ。もういかんね、それは。あのね、みんなね、同じ答えにしておいてほしい。こういう理由でこうだから薬剤師は効くんですって。それでなんかさ、なんでそれ答えないといけませんかって言ったらさ、無言でさ、バンって薬を叩きつけてきた男の人がいる。最悪、それは最悪、ひどいな、それは。あんつったらね、なんか黙った。下向いた。そら、あんってなるわな。あんって。あんってなるわな、それ。お前、それをもし私が男だったらやってねえんだろう、みたいなのもあるよね。なんか、私が怒って目そらすんだったら、最初からやらないで、みたいな。んじゃねえよっていう。早っ！これダメでしょ。ちょこちょこは取ったけど、あー、 OK。 何、今調べたら調剤師薬局の薬剤師さんの義務のようです。逆に聞いてこない方が問題かも。ああ、そうなんだ。だからそれをなんか、そのなんていうのかな、じゃあ聞くのはよくて、でも一応そのだからそういう答え方した人いるんだけど、一応決まりで聞くんですっていう人はだから正解なんだよね。で、うん、だけどそれを答えないからって怒ったり不機嫌になられるのはまた別の話じゃん。だね。うん。だからそういうのもさ、なんていうのかな、こう浸透しないとさ、なんで聞いてくるのみたいになるじゃん。うん。うん、なんかそうするといらない揉め事が起こるなっていうのは思ったな。確かにね。なんか壁に貼っとくとか、薬剤師はこういうちょっと決まりがあるので、聞くことがありますが、不愉快に思われたらすいませんみたいな、なんか聞くのでご了承くださいとかさ、そういう張り紙があるといいかなって思うんだけど。でも聞いてみんな対応が答えが違うのもダメじゃん。ダメだね。うん、それはダメよ。聞き方ですね。そうね。なんかほら、みんなその仕事なりのさ、
事情があるだろうからさ、それはちゃんと出しておいてくれないとさ、わかんないよね。匂いのかゆいとこはありますかみたいな、うん、やつですか、うん、背中とか言うたね、匂いとかありますか背中つって、頭でプルプルなら当ててみなさいよ。これやりますか。ちょっとあれ挑発的に行く、ね、プルなら当ててみなさいよ。ただの嫌なやつになっちゃうけど私カウンターでやろうかしら。プルなら当ててごらんなさいよ。でも近所の変な人だな、ただでさえ変な人だな。あたださん、たださん、たださん変な人、たださん変な人、なあ、なあ、なあ、なんでそんな急に盛り上がるのかしら、なあ、なあ、変な人、わーい、変な人、万歳、変な人、万歳、ただのハラスメント客、変じゃなきゃな、実況やってらんねえんだ、当てられたら悔しい、あれ、なんかもう、アリ、残り1匹だけど、大丈夫？大丈夫です。あ、誰かやっつけようか。ほら来た。ほら来た。ほら来た。先生と薬剤師さんのやり取りができてるとこはあまり聞かないかも。そう、なんかね、先生が間違った薬出してるかもしれないからって言われて、だからそれは先生と話してきてくださいって言ったことあるけど、ドラゴン？スープレックス？違う。あ、飛んでる。ファンタジー。嘘でしょ？本当です。おい、炎吐いてきてんぞ。急にジュラシックパーク？ジュラシックパーク、ドラゴンいない。空想上、空想上。ファンタジー。ちょっと見に行こう。おい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 、どっから出てきたこれ。おい。ファンタジー。え、生き物だ、生き物、生き物。これ爆発すんの？しかもこいつ食いやがるんだよね。え？カミカミしやがるのこいつ。さらに何これ、こんなん出てくるの、急なんかセインツローみたいな感じにえ、それはおかしな話で、ドラゴンがこれほど恐ろしいなんて、勝てるわけがないとかの前にえ、どっから出てきたの、これも宇宙人なの、うん、宇宙人でいいんじゃない、すっごい適当だけど宇宙人でいいんじゃないかな、もうこんなんもうそれで説明しちゃおうぜ、もう、あ、宇宙人、まあ、だってまあ何って分かってもやること同じだもんなそうそうそう、あ、もう宇宙からならもう何でもあるでしょみたいな、あるよね、なんかなんでって思うよりも一回受け入れちゃってやること同じなんだからみたいな、そうそう、どうせ倒すんだからこったら高そうだな、いくらで売れるんだろうな、よりこうに欲しい、もうパンツァードラグーンね、パンツァードラグーンつばいだ、パンツァードラグーンってなんだっけ、ドラゴンに乗るシューティング、いやそこはあれでしょ、ドラゴンスクロールでしょ乗らねえだろ、自分ドラゴンになっちゃうあれ、神なるメロン魔力により復活、あ、してないな今日、あ、そうだ今日死んでないんじゃない、あのアップルミュージックでダウンロードしてきたもん、ドラゴンスクロールの、テレンテテレンテテレン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 、そうテテンテンテンテレンテン、もうあれ大好きでね、うん、音楽を空でいるやつはそういないと思うブーブーブー、そういないと思うよ、大好きなんですよドラゴンスクロール、終わってない、まだいる、フォーリナーは巨大生物を投下し待っていた、わ、こんなんだぜ、モンハンだよ、巨大生物の進化、進化したらドラゴンなんてどういうことだよ、お、まだ来る、どうやってクモとアリとハチからドラゴンになるお、病院でもらうときは何も引かれませんね、処方箋がドラッグストアとかだからいけないのでは、ドラッグストアなのかな、なんか病院の前にさ薬局がなんかそっち行ってくださいって言われない、言われる、マッチョドラゴンとか、あれ
ま、ちょっとオラゴン、うわー、いっぱいいる。ウィングダイバーどころか、撃ってくる。うわー、そして圧倒的、ほんとだ。対抗策はない。これハエ取り紙みたいので取っちゃダメなの？ベチョーン言うて当たってんのかなこれ。やだな、我々 EDF は巨大ハエ取り紙の開発にして。なんかありそうじゃん。そしてなんで若本さんなんだよ。うわあ、これがでも巨大ハエ取り紙だ。ほいほいよっ、うわあ、たたたたた、いいねえ、盛り上がってまいりました。ドラゴンの登場により、いや、なんかポカン盛り上がれ、そこはドラゴンだ。あ、ドラゴンだ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 、マッチョドラゴンじゃねえんだよ。おい、上がれ。あれ、どこにいる。あ、いた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 。リロードする。これを、え、これからじゃあ今後はモンハンになってくってことかな。まあドラゴンも出ますせっていう、ドラゴンも出ますせ、今後は出ますせ。そうそう、女だらけの水泳大会ポロリもあるよみたいな、ドラゴンもいるよみたいな。ああ、分かった分かった、分かんだな、分かりやすい、分かっちゃうんだな、おかしいな、すごく分かりづらい例えを言ったのに。え、誰、紫の、私か。あ、終わった。相手も一応チョコチョコは拾ってたけど、やったやった、すごい、なんかすごい好調すぎてびっくり。好調だね。全然寄ってなかった。誰も死んでなくない。うん、いいですね。うん、まだ死ぬの確定なの。まだ死んでないですね。ステージ65、竜の舞う町、ドラゴンの群れが市街地上空に飛来、人々を襲っています。直ちに救援に向かってください。ドラゴンはこれまで出現した巨大生物とは比べ物にならない高い戦闘能力を持っているようです。恐ろしい相手ですが、もはや我々には戦い抜くしか道はありません。各位の奮闘を期待します。ウィングダイバー行きましょう。こっちはレンジャーって書いてる。出撃します。レンジャー、竜の舞う町、なんだろう、ゴスペラーズの歌かなんかでありそうだね。わかりづれえわ。ねえわ、それに。なんかサウンドノベルのタイトル。ああ。もうそれ、多分、竜肉に引っ張られてるだろ、それ。竜肉。竜肉に引っ張られてんだろ、それ。うわ、平気で飛んでんじゃん。そうなの。もう日常茶飯事になって、あ、今日はドラゴンが多いわね、みたいな。あるある。うん、ちょっと体格振ってきましょうかみたいな。晴れ時々豚みたいな。豚振るのか、食料なん解決だな。ちょっと、ねえ、これさ、もうホーミングじゃないと無理じゃない。結構ね、あのやたらめったらのロケットランチャーで落としてる。やたらめったらのロケットランチャー、そう、3秒ぐらいで20発ぶっ放すロケットランチャーで結構落としてる。楽しいかよ、うん、楽しいから。あんま強くないけど楽しい。わあ、こいつらの血が綺麗ね。綺麗な色してんのよ。ねえ、紫で。結構綺麗な色してるからね。高く売れんじゃねえかな。この煙幕が欲しい。綺麗。煙幕。でもあれだよね。人って慣れてくるときっとこういうのを売りさばいたりし始めちゃうんだろうな。するするする。絶対するで。このドラゴンなんて絶対するだろう。あらやだ、ちょっとかじらないでちょうだい。かじるわ。かじるんですよこの人。調教に出さないと思う、ね、あの白いのは何。人ちゃう、なんだろう、うん、人じゃない、人だね。で、熱っ。人だね、人逃げてるね。なんか、右上のマップに白い。大丈夫、逃げた。
うん、そう、人がね、白く表示されるんです。あの人に弾撃つと誘爆するから気をつけてねって。あ、そういうこと？だってあいつら突然目の前をよぎったりするでしょ。うん。そこで俺ロケットランチャーぶっ放したらバーンってあいつにその人にぶつかってこっちまで爆発食らうから。何？邪魔キャラだ。ただの邪魔キャラ。そういうことか。うん、な、市民邪魔なんだよ。ただの邪魔キャラなんだよ。すげえな。市民邪魔なんだよ。どこ目線だよみたいな。無敵だし。なんかすごい上の人の話だよ。そう。市民邪魔なんだよ。うん、ドラマ系だよ。え、こんな、え、ドラゴンばっかり。うわ、また人来た。もう邪魔だな。もういいじゃねえんだよ。うわ、ドラゴン当たれ当たれ当たった。また20発まで当たるな。いやー、これホーミング持ってないときついな。お、いた、オニオン。およ。やたらめったらランチャー、いた。やたらめったらランチャー撃ちたいんだけど、見えない。あ、いた。うわぁ。あ、なんだよ、20発も撃っちゃう。よいしょ。また、下の方にいるな。ビルごと壊してやる。おい、今乗ろうと思ったのに、これチェービルごと壊してやる。ひゃっ、これぞ地球防衛軍よ。どんどんビルが崩れていく。うお、ブル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 。まあ、当たってんのか、これ。うお、多いなぁ。もっと、ロケットランチャーが火を吹くぜ。やらしい意味で。もっと、もっと、新人さんが火を吹くぜ。ロケットランチャー。ロケットランチャー。普通、全然必殺技じゃない。くそ。武器の名前ねみたいな。ロケットランチャーって普通。まだいるんだ。もうドラゴンだろ。まるでドラゴンのような姿をしているじゃなくてよ。一般の人にバレちゃった。バレちゃった。よいしょ。しょうがねえ。報道陣摩擦しようぜ。ロケットランチャーで。今人間同士で揉めてる場合じゃないでしょう。ああ、ありそう。超絶ありそうなシチュエーション。残念ながら地球防衛軍は人間同士で揉めてるシーンがない。そう、もう本当さ、人同士で揉めてる場合じゃないよね。もう本当だよ。人は揉めたがるから、何かとね。何それとかいうさこと言ったらさ、うわ、あっ、なんか人は揉みたがるとか誰かが言ってきたりしない？人は揉みたがるよ。して言ってきたりしない？言う言う。コメントで入ったりしない？あ、しまった、俺打っちゃったってない？先に言われたみたいな。そう、先に言われたみたいな。ない、ないか。聞いて。残念。結構食らっちゃったな。結構ドラゴン強いんだよな。柔らかいけど強いんだよな。肉質柔らか。柔らかいけど強いってどういうこと？要するに、なんだろうね。あれよ。耐久値はないけど、あんまり。攻撃力が強いって。ああ、そういうことか。うお、エネルギーがない。出た出た、地球防衛軍名物、慢性的なエネルギー不足。そうなんですよ。かっこ姉さん飲む。これ上限上がんない、上がんないんだな。あー、 4.1 では上がらんね。お、 4.1 ではというと、
5だと上がるんです。マジか、うん、エネルギー効率が良くなったりするんです。あとエネルギーの上限も上がったり、あとは武器によるエネルギー効率も上がったりするから、ほら要するにあの MP 節約みたいな感じができたりするんです。それはなんか期待できそうだね。もは結構そういういろんなまた新しいねそういうシステムがついてるんで、だからフェンサーもフェンサーにもなんか追加オプションみたいなのがつけれて、ダッシュが2段階になるとか、へー、そういうのがあったりします。どうですかフェンサーの四季さん、ダッシュが2段階とかになったら歩く人がなくなる、そういうこと。ウィングダイバーの髪型選びたい。無理やろ、なんかかぶってたらこいつ基本そキャラメイキングがあんまできないからねこれね。そうね、まあ色変えれる、色変えれるぐらい。よいしょよいしょ、うおーダメだ、どうやって、いいね、あれいいね、武器選び成功、これはかなり有効だこの武器、やたらめったらロケットランチャー有効だわ。総中コン、総中コンください。ほんだ俺楽しくなると黙っちゃうんだよね、あかんなあかんな、まあ、それはねあるよね、うん、ちょっと集中したいときとかね、黙っちゃう、あるまじき実況者にあるまじき癖いやちょっとこう細かく焼いたいときは黙っちゃうよね、うん、店長声張ってってだって張って声入れてないからね、入れてないだろう今回は。店長、店長と熱いことなんでバレてんだよロリバちゃんの音を入れてないのよ。そう、俺と姉さんしか聞こえない。ロリバさんの着地早いな、ロリバさんのたまにちょっとえいいのそんなこと言ってっていうようなことを俺らしか聞こえないんだ。そうなんだよね、なんか。そして店長は声を張ってないぞ、それは正解だ。たたたたたた。ささやき。何そのなんかちょうど、何その個人みたいなタイトル。店長のささやき。どっかの店のさ、店長がささやいてるっていうブログみたいな。でもなんか売れそうじゃん。あの、たこ焼きみたいな感じで、店長のささやき。たこ焼き。店長のたこ焼き。気まぐれサラダみたいな。気まぐれ作んなとか思う。今日が気まぐれ、気まぐれで作んじゃねえ。気まぐれサラダってなんだろうね。気まぐれなんで今日はないです。今日ないです。気まぐれなんで、ね。よく聞くとひどい言葉でなんとかサラダとか作ったら面白いかも。クマフってなんやねんって話なんだよ。え、何？小悪魔風とかさよくあるんだよ。おしゃれな、おシャンティーな店でさ、小悪魔風、あみたいな。何小悪魔風って。大魔王サラダ。いい、辛そう。大魔王サラダ。あ、終わった。スライムスープ。なんか、男女飯みたいになってくるな、だんだん。ねえ、ほんまやな。よっしゃ。いやでもいい、ね、誰も死んでないし、いい感じなんじゃないですか。いいよ、炎上する山、何や、何をつぶやいたんや、山が。炎上する山。え、炎上いいなぁ。よし、久しぶりに、あ、でも、ドラゴンかな、まあいいや、久しぶりに出そう。何、久しぶりに出そう、何を出すの。久しぶりに出そうか。よっしゃ。どうもエアリーダー新人です。いいね、エアリーダー。え、これって今画面出てるのはフェンサー？
支援部隊は致命的な打撃を。何画面出てるのってさ何出てるのって何何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 使い方知らない、なんか変な武器持ってきちゃった、どうしよう。ここに来てかよ。どう使えばいいんだこれ。サテライトブラスター、どう使えばいいんだこれ。名前だけで。この緑の何これ、誰の武器。緑誰だ、誰かなんか見て、うわ、エアレーダーの武器これなんだこれ。あかん、サテライトブラスターの使い方がわからん。しくじった。おおおお、この赤がえぐいな、このレーダーの赤が。おお、なんか枝分かれランチャー持ってくればよかったな。枝分かれランチャー、高枝切りバサミみたいな。高枝切りバサミの何がいけないんだよ。かっこよくはねえだろうよ。んじゃあなんて言うのなんかツーウェイとかなんかあるじゃん。ツーウェイ、それっぽいのがあるじゃん。はい、はい、支援なしで戦い。いや高枝切り、高枝ってなんかポケモンみたいな。高枝いたやろ、高いだって、なんかそんなポケモン。沢村ポケモンをねやってきてないのよね私。僕もあんまやってないけどね。どうやって使うのこのサテライトブラスター。使えないんだけど。空軍を壊滅させるほどの相手だ。パイロットが4人いないと撃てないとか、友情パワーが高まらないと撃てない。マジか。あ、そういうのもあるね。それ系の武器なのかな、これ。あ、失敗、大失敗。てへ、大失敗。みんな頑張って。使えないってこと、その武器。うん、ぽい。うわ、あっちにもいんのか。当たってんのかな。うわ、目の前にドラゴンが。あなた、そばからドラゴンが。普通や。あ、すげえ食らった。あ、なんか不能って、なんとか不能ですって言ってた、今。使えねえみて、ここじゃ。え？サテライトブラスター、なんか使えないみたい。使えない。なんか、ここじゃ無理ですみたいなこと言われた。え、無理ですって？もうじゃあ最初から選択肢に出さないでほしいよね。本当だよ。しかも俺ロボット出したはずなのになんで出てこないの。バグバグやることなすこともうちょっと次はちゃんとサテライトブラスターの説明読んでから持ってくるわいや適当、なんか名前書くから出しちゃえみたいなことやってるんだけどダメだったね。選択肢で出しちゃダメでしょ、それはここでは使いません、使用できませんとか言ってくれよな。現場で急にって。で全然効かねえじゃんこの武器じゃ。やれじゃなんて。あの地球防衛軍をピンポイントで楽しみにあの放送を待っててくださる方もいらっしゃるようで。ああそう、うん、いいね。いったいった、刺された、あのロボに刺された、ぐしゃって。このロボはどこを狙えばいいんだ。本体。よし もうなすすべがないよ。エアレーダーじゃ。おいいね。サテライト右か左か、サテライト右、うまい、うまい。七五調だしね。うまい、うまい。しゃらくせえ。あ、落ちてる落ちてる、まだ殺しちゃダメだぞ、拾ってる。もういないんじゃないかとして。だって見えないぞ赤い点が。一匹いる？オッケーオッケー。
まだ殺せないよ、俺今日何もやってねえ。まだ殺すな、悪役のセリフ。悪い人の言葉だな。そう、まだ殺すなよ。まあいいのか。いいのかってなんだ。え？もう白いのしか落ちてないの？なんか白いのと黄ばんでるのしか落ちてないね。もう大丈夫。あーあーと思ったらまだいるやん。あ、そっ、え、本当だ。こちらポーターズ出てきた。誰だ？ヒドラ。なんでロボ養成したのに、なんでなんか吸い込まれてったよ地面に。あれ？なんでロボ呼べないの？地上部隊、支援が来るぞ。攻撃が始まるぞ。地上部隊下がれ。地上部隊下がれって、なんか空爆でも来るのかしら。あ、来るね。来るんだ。来るって、うわ、危な。上空からの攻撃が始まります。うお、ね、武器がもう俺使える武器が豆鉄砲しかねえや。どうしよう。あ、終わったよ。しゃあ、残念。最後駆け込みで取りました。今度何？雲、雲ですか。どうしようかな。武器を選んでください。ウイングダイバーは2つまで。3連プラズマランチャー来た。武器を選んでください。まあ、これだな。枝分かれランチャーが結構好き。よかった、それはいいこっちゃ。スリーウェイ、アサルトビートル。アサルトビートル、アサルトビートル、あ、武器の名前。もうちょっと使ってみよう。お、どう？で、あとは、あ、これでいいか。よし、OK。さあ行きましょう。今度こそサテライトブラスターを炸裂させてやるぜ。結局なぜ使えないのか分かんなかったぜ。あ、そうだね。さあ行きましょう。おいけ。ちょっと待って、普通に使えるサテライトブラスター。チキは出ているか、使えるじゃん。ああ、こういうことか。やった。あ、面白い。これ面白いけど全然なんか聞いてねえ。ホームノスが全然破壊されないんだけど、なんで？これクモノス壊れないよね。ね、お、うまい。ブラスター、男だけどもブラスター、いいね。ブラスター終わってしまった。何だったんだ。ちょっと待って、ああ、エネルギーが切れてた。じゃ、ブラスターに気を取られていた。え、壊れないな。クモの巣壊れなくない？壊さなくていいのか？飛べないよ。さくじだね。ご愁傷様です。ご愁傷様です。飛べない。くっついてたね、今ね、足にね。かわいそうに。アサルトビートルだって。アサルトビ、あ、何あれ。もうちょっと奥の方だな。もうちょっと奥の方で爆発させるか。どこに行けんの？いやー、この辺早かったか。ちょっと早いな。どうだ。いたいた、クモいた。どうなってんだこれ。その赤いカブトムシは何なのさ。俺の武器です。ねえねえ、失敗しちゃった。引っかかっちゃった。そうそうそう。
いいところで起爆ボタンで爆破させるみたいな。死ぬかもしれない。海にも撃てるけど、だからなんだ、ね、え、死ぬかもしれない。死ぬかもしれないとだけ伝えておくね。くっついてる、全部壁にくっついた。くそ、そういいね。もうちょっと至近距離で使わない意味ねえな。ちょっと待ってね、今行くわ。やっぱこれこ、うわ、壊したわ。もうこれどかさないと飛べない。おー、クモの巣やだわ。拾ってそこにもあんのかよ。え、なにこれ、箱が降ってきた上から。ロボットだ。せい、このいやー、これ壊さないと仕事ができんわい。あー、やっとエアリーダーの仕事ができるわ。飛べない、飛べないと仕事ができん。なんだこのちょっと雲の巣、いて、多いね。飛べない。何いる。まずいな。え、うわ、食らった。よいしょ。まずいな、こりゃ。エネルギーの回復が遅い。一回オーバーヒートさせた方が回復は早いよ。あ、そうか。うん。オーバーヒートさせた。早いでしょ回復。うん。これがこの辺どかさないと飛べないからな。ちょっと逃げ道を確保して戦いたい。うお。あいつどうしようかな。あ、なんか来た。壊れないな、クモの巣。うわ、いる。あ、ほんまや、なんか来てる。どれが残ってんだ。うわ、これとか邪魔だな。どこにいる、どこにいる。おー、なんか上からなんか降ってくんのかな。やだな、もう雲の巣壊させてよ。その前に壊れないのよね。結構硬いね雲の巣。やったか。クモの巣すごい壊れないよ。覚えてねえのかな、俺のやつ。これ3発同時に当ててるのにな、壊れないな。勝てえよな。これはどうしようかな。ガンガン行こう。どのクモの巣が邪魔だって。
あ、取れた。あれ？どれがいい？どれが邪魔？あ、何が到着したって？何が到着した？来たね、今ね、来たね。なんか到着したって言ってたわ。何が来るんだ？あかん、ゲーム攻略に躍起になってる。あかん、なんか、なんかエロい話。エロい話。3、2、1、エロい話。俺は左手早で。そうなんだ。そうです。同じも一人いました、左手派。右手はね、いろんなことに使わなくちゃいけないから、左手派なんです。なるほどなんだ。なるほどなんだ、それ。ガンガン。邪魔だな。エロいこっちゃって、うっかりさんが。エロいこっちゃで。あれ？やっぱり。終わったね。誰かがサテライトブラスターを起動してます。なんだって？うん、私です。どうも私です。そうなの？お、68まで来ました。すげえ。出撃します。まあそっか、イージーモードだけどね。いや。これイージーでもまあ大変。あ、イージーなのね。これ今まで気づかなかった。イージーモードでやってみます。これノーマルだとちょっと厳しいんじゃない？確かにね、うん、あ、イージーなのか。イージーで、うん、なんだ。あ、また8か。蜂の巣。わお、またカブトムシたちが。あ、っていうことはこれ爆発する。爆発した。バレた。ただかわいいボーンみたいなね。そんなもんこっそり使うなよ。もう楽しいわ。なんだあれ。蜂の巣、あれまだ壊せないんじゃないかな。次か次の次ぐらいのストーリーで壊すんじゃないかな。蜂っていうとコナンを思い出すな。蜂蜜種とか。おお、蜂か。蜂、あー、楽しいけど、この武器楽しいけど全然当たんねえ。意味ない。なんかこの蜂たちの爆発のってバスクリーンの緑って感じしない？する。バスクリーンって今の人わかるのかな、昔は入浴剤って言ったらバスクリーンだったね。バスクリーンだった。すげえ出てくる。赤い蜂いますよ。実はそんなに強くない。あんま変われへん。巨大生物を攻撃しよう。え、ちょっと囲まれてる。前に出すぎたな。この武器ほんと当たんねえな。どうしよう。誰かに当たんだろう。何サテライトブラスター。危なっ。スキルは出ているか。おお、それだ。全然当たんねえ。全然当たんねえ。なんだよ、難しいよこれ。え、なんかピンクの照準のやつ。そう。あー、なんかまた咲いてるな。ちょいちょい。終わった。さよなら俺の青春。青春。僕なんだ、青春なんか文句あんのか。青春ってなんだった。なんだったって。私青春米米クラブかな。
青春って何だったろうな。なんだろう、そうやって言われるとな、何だろう。ダンスを踊ってた青春。青雲じゃなくて青春だよ。青春、それは青春。誰が歌ってるぞ。俺一個にも歌ってるやつがいるぞ。青春ゲームとか。ああ、俺青春サークルかな。お、急になんかリア充になりやがった。テニスサークルかな。テニスサークル。テニスサークルね。ああ、テニスサークルね。そう、なんだそのミスサークルって。どんなサークルだよ、ちょっと見てみたいわ。なんかそうなんだと思って。ミステリーサークル、それ違うぞ。それ本当の縁だからな、それ。あ、青春ってそう書くの。そうね、バスクリーン今も昔も不変。あ、すごい、やった。ミスサークルだよ、俺の青春は。テニサー、飲みも仲間も恋人もテニスサークル。あ、終わり。ちょい、何も取れなかったぞい。3つ。3つだよ。武器変えよう。重装要塞通撃戦。なんか追撃戦始まるらしい。じゃあ今日は70話まで行きましょうか。了解。それでも50話からやって70って20ステージやってんだよ。すげえ。いやー、すごいすごい。さあ、ちょっとみんなの友情パワーで行こうぜ。行くぜ。でも筋肉マンって敵にちょっとそそのかされただけで友情疑うんだぜ。そうそう、だからさ、意外と友情ってさみたいな、そういう話でしょ、うん、友情パワーって。あれ、信じてあげないのね。ねえ、お前ら信じてあげる人種じゃねえのかよって。敵にそそのかされて、敵にそそのかされて言うな、その疑うなよって話だね。ねえ、あれ、これやっつけていいの、こいつ。あれ、こいつどうだっけな。ああ、結構引っ張るよね、こいつね。そうなの。当てていいの、これ。ここ当てていいの。あ、別に当ててもいいんじゃない。あ、うわ、足場がなくなった。そう、足場がなくなった今。そう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 、はい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 、よし。あ、もちもちさん、どうしました。ところで、アホなことを聞いていいですか。どうぞどうぞって感じだよ。魔法のことしか聞いちゃダメぐらいな勢いで。そう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 。わお、爆発した。ハッチが開くのを待て。またハッチか。またハッチか。ハッチ多いな。ハッチ多いな。次何ぞ、次何ぞ。何が来んねん次。アリがいっぱいいる。アリ。アリがいるぞ。よし。なんかハッチ開くのかな。なんか あれ、なんか撃ってる。なんかしょめたらしょな。店長、うわ、いて。うん、俺も狙ってた、そこ。壊しちゃった。みんなが撃ってるから撃ったけど、どうなの。
こ。なかなかね大変なんですよ。こういうことか。そうそうそう、いいねいいね、うまいよいいよ、うまいよ。士気が下がる。え、なんでマイク割った。待って、上げてよ。歩いてんだこいつ。うん、キャリファン何、友情パワー切れたってどういうこと。眠くなっちゃったんじゃない。俺との友情、俺との友情もともとないものの話をしても悲しいね。ないんだみたいな。一夜を共にした仲じゃないか。悲しいね。そうだね、そうだね。悲しいことを言うものではない。一夜を共にとかいいね。なんかいいでしょう。おお、なんかあ、え、お、開いた。見上げたら直下だった。見上げたら、俺普通には見上げたらショッカーって聞こえたね。ショッカーじゃねえわ見上げたらショッカー、それは怖いぞと思って。見上げたらヒー、ダメだ、しまった。ありがもちむしさんがトイレで大きい方をしたとき前から拭きますか、それとも横から。私は男だから横からですが、男性でも前から拭く人います。おっと、なかなかアホな質問してきたぞ本当にいいねいいよ、素晴らしい。横からってどういうこと。俺ね、かつて前から拭いてたよ。あ、ちょそんなことしたらぶっ飛ばされてた。かつて前から拭いてたよ。今ね、今横からかな。横斜め後ろ、横ってケツちょっとプッて上げて、横って何、横から手を入れてシュッと入れてギュ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 ってな、手な具合よ。横うっかりさんも横って聞いてるよ。それはね、みんなね思うんですよ。結構みんな違うからね、違う人のやつを聞くとみんなえってなるんだけど、いろんな人がいるんですよ。あ、チンチンビーム倒したい。何？チンチンビーム倒したい。そんなビームが？あれ？くそ、当たんない。あ、ロボ！ロボおるやん。最悪サチコだろ、ね。最悪サチコってどういうこと。サチコさんがかわいそうだろ俺ら高校時代ずっと言ったんだ、最悪サチコだが。お、言わなかった、そういうこと。なんかそう、うっかりピーマンとか。うん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 、言わない。さっぱりピーマン、え、さっぱりピーマンだがとか言わなかった。うっかりピーマン、さっぱりピーマン、どういうことだよさっぱりわかんないこと、さっぱりピーマンだが。それまあ小学生ぐらいなのかな。あのね、高校生で言ってたね、高校生で。さっぱりピーマンだなそれっつって。でももっと今の高校生ってドライよね。ドライね。サミサミサミデイビスジュニアだがとか言わないよね。どういうこと。サムサムサムソンティーチャーだとか言わないよね。サムソンティーチャーとか言わないね。いや、俺高校生の時これ本当に使ってたからね、この言葉。サムソンティーチャーだ。どういう意味よ。寒い時に使う。まあ使ってたのごく一部だけど。そうですよね。俺含め4人ぐらいしか使ってなかった。結構いるんだ。結構いるんだ。そう、よくつるんでたグループはみんな使っとったから。サムソンティーチャー。結構いることにショックだよ。しかも俺が言い出したことじゃないからね。そいつらが言い出したことだからね。そこは間違えないように。なんかその時流行ってた言葉ってあるよね、うん、なんかあれかな、うん、我々もかっこやらしい意味でみたいのが。そうそうそう、そういうのよ。一緒一緒。もうなんか続々と出てきてんじゃん、あん中から。あの早いとこ倒さんとね。
キリがなさそう、ね、なんかもちもちさんがまたこだわってるぞ。なんだ、尻の引き方か。お尻を浮かして髪をほらお尻側から入れて拭く感じです。そう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 、わかるよ。大丈夫、俺はわかるで。それが横っていうの？それはわかる。俺はどうだ、横横、うん、でも横だよな。うん、わからなくなってきたな。開いた。もう正解はつかないにしよう、ここいらで。正解は吹かない。いて。そう、正解は吹かない。ウォシュレットって吹かない？使っても。そうそうそう。なんか乾かす、わざわざなんか熱風出してさ、乾かしてもどうかなと思う。お、だいぶビーム壊れてきたね。うん。あと1個だね。ちょっと一回回復しに帰るわ。ずーっと遠くからスナイプしてんだけど。マジで？そう。どっから当ててんの？よっと。よいしょ。オーラ倒した。あとは真ん中だ。真ん中とあとなんか出てくるやつら。回復に走ります。私はもちもちさんと同じ方法ですね。ほんまや。普通に言ってるだけなのに何が面白いんだろう。姉さんの言い方やないか。え、私はもちもちさんと同じ方法ですね。同じ方法ですね。ちょっとライトな藤岡弘さん入っとる。私はね、もちもちさんと同じ方法でね。コーヒーはね、やっちゃったよ。何がよ。もううちのダーリンもすぐそれやるからさ。広岡富士さんっていう。だってなんか被ってんだよ。被るんだよな。やることがさ。そうなんだ。まず被るかね。モノマネのレパートリーも結構被ってるしね。あれ、なんか破裂した。やったね。敵は流氷を装備している。注意しろ。後ろを確認しろ。シェイシェイシェイ。絶好調。うほ。終わりだ。すごいすごい。二機ぐらいいるかな、あと。二機いるかな。あと1機だね。もうある程度拾った気がするけど。この戦い勝ってみせます。戦闘準備。やっておしまい。大丈夫っぽいな。なら俺がパーン。イエーイ。気持ちいい。遠くから撃つのほんと気持ちいい。しかも起爆も自分でできるから気持ちいい。あ、そうなの。へえ、ね、敵にくっつけてからバーンっていう。あ、それいいな。気持ちいいんだよね。何にもアイテム手に入んなかった。さあラストか。ラストです。あ、ドラゴンヌ。山岳解放戦。山岳地帯に巨大生物が集結中。かなり広範囲に分散していますが、驚くべき大群です。直ちに殲滅作戦を開始。なおドラゴン型の姿も確認されています。十分に注意してください。注意のしようがなくない、ねえ、むちゃを言うなって話だね。よし、出撃します。なんだろうね、あの気をつけようがないものを気をつけてくださいって言われときない。うん、ある。左右を警戒しろ。了解しました。長くカロン戦術学院士が到着する。空爆目標はエアレーダーに任せる。最終チェック終わりました。女性は後ろから吹くといけないの？え、知らない。なんか前から吹くと前の方に、お、そう、汚物が行っちゃうからいかんってのは聞いたことあるの？うん、そうそうそう、逆じゃない、逆。うん、
逆だと思います。そしてちなみに私は吹きません。生きた男だね。あのうちのダーリンがね、私がトイレから出るとなんか出たとか聞くのね。ああ、あのペットの管理みたいに、あの泣いちゃいよかったねみたいな、出たって言ってうんって言うでしょ、うん、で拭いたって言うからうんうんって言うとね、えぇ、ー、って言ってすごいショックを受ける。でそれ、それが気に入ったみたいで、それが気に入ったみたいで、私が拭いてないって答えるのを期待してすぐ聞いてくるの。拭いた拭いた、拭いてないって言って、えぇ、ー、って言って、うん、ショックを受けたがる。どんな遊びだよ。レベル高いな。正解は、正解は拭いてないです。レベル高いんだよ。もう間髪入れず、間髪入れず答えてください。うんって。だそうです。うん、なんか、なんか知らんけどだそうです。正解は、あの、拭かない。そうだね。ちょっとレベル高すぎんだよ。ダーリンが喜ぶ。いるね。しかもだからドラゴン、ドラゴン型に気をつけてくださいって言ってたじゃないか。もうロリバちゃんがえドラゴンいるって言いましたからね。今ねマイク入ってないかもしれないですけど、あの私ナレーションで読みましたよね。聞いてねえってことだ。聞いてねえんだよ。聞いてないですね言ってね。あんまりね、こうナレーションとかでね需要ないんだよ。なんかそんなことにも弾ぶっ放せみたいな、おかしいな。なんか声優のチャンネルなんだけどな。そう思えば慣れてんだよもう。慣れてんだよ。ノベルゲームでセリフ読んでくよりも、あのメイスでぶん殴った方が数字が高いっていう私の実況。え？ロボを要請しました。もうロボ、ロボなんかドラゴンたちって量が多いな。そう、急に、うおー、どっかぶっ放せば当たんだろう。次はドイツだ。リロードする。しまった。敵一を多いな。もうこいつ空から飛んでくるくせに着地して噛むからね。厄介だよこいつら。そう、なんかあれだな、多いな、多いな、多いね、多いな、多いな、多いな、お、お、おって言われた。なんか、なんか出してきたて。ちょっと複雑。ちょっと複雑な。お、出してきた、出してきた。お、おぴょいぴょい、ぴょいぴょい飛んでんな、ぴょいぴょい。さあどこにと、あーいっぱいいるね。あら、そうなんだよ、いっぱい飛ん、今日はいっぱい飛んでるね、いっぱい飛んでるね。これどこのドラゴンやっちまっていいのかな。やっちまえ、やっちまえ。だこれハエトリガミで対応できるでしょう。今回開発されたスーパーハエトリガミだ、存分に使うがよ。わーい、そういうのでうちのラジオで CM ものまねで別に CM やっていいのよね。言わしたの新生がナウオンセール。なんで言わしたの新生が知らんけど、なんで俺それ言い出したかわからんけど。8分の5チップとかやろうよ。ねえよもう。もうねえよその商品。8分の5チップ懐かしい。SB だの SB。SB。
8分の5チップ SB 全部それで塗り尽くそうとしてんだもんやろ。8分の5チップもうあれかも。それで焼肉帝王ってよくない？あの内海健二さんがやってたじゃない、焼肉帝王っていう。焼肉帝王知らないよ。そっちじゃない、こっちないぞ焼肉帝王って。焼肉帝王って焼肉のタレの CM ですよ。知らんな。あの内海健二さんがあのラオウっぽい感じで焼肉帝王って。ウヌってなんだよ。ウヌウヌってなんだよ。ウヌってさ、ラオウかさ、あのリングのウヌはダーセンヨゴラをあげるっていう伊豆の方言。うぬね、あとはもうガッシュくらいしか言わない。うぬうぬ気を守ろう。無理だ、ね、あの声、あの声無理。うぬってなんすかね、みたいな。うぬってなんすかね。あの北斗の拳出てくるキャラは本当に人の名前とかをさそのまま呼べないからね。ケンシロウなんてあいつ言語障害だってさ、普通にさ、よう、レイとか言えばいいのにさ、レイとか言うじゃん。それは、神明さんに言ってくださいよ。トキーとか言うじゃん。普通に呼べや。ラオそんな、なんか、そんなさ、ドラマみたいなライトのさ、トキーとか言われても困るじゃん。サウザー全部そうや。ラオ普通に。うん、あ、ラオじゃん。消える。ああ終わったー。取れないか。終わった。間のいらぬ。いやー最後ラオウで終わった。ラオウで終わりましたね。違うよ。サウザーだよ。間のいらぬ。サウザー。さて、巨人たちの戦場次回ね、そうですけども、次回どうしようか。何話。まあ、今回ですね、50話にすっ飛びまして、20ステージやりましたね、うん、この放送内で。頑張った。ね、皆様もお付き合いいただき、本当ありがとうございました。ね、次はどうする？どうする？何十話かある？98面が最後なんでしょ？うん。85ぐらいから行く？いいよ。俺、イージーだったらできそうな気がするわ、なんでも。行くか、じゃあ、ちょっと85ぐらい、うん。目標で、次回までちょっと進めていきたいなと思います。OK、うん。次回も土曜日の放送になりますかね、地球防衛軍は。ですな。うん。そうですね。なんか、次回最終回。地球、本当？いや、自分で言うなよ。自分で言っといて、自分でびっくりすんなよ。ね、次回最終回になるかどうか、あのタイムアップでクリアならずになるかわからないですけども、ね、地球の歴史がまた1ページ。お大勝利 だ, だ銀エーデンだよな。あ、銀エーデンか。うちのダーリン銀エーデン出てましたね、舞台、まあ、ねえ見たいですね。そうお疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんもね、地球防衛の地球の地が恥ずかしいってになってる。地球防衛。どんな玉だよ。まあ、何の玉だよ。まあ、我々らしいんじゃないですかね。はい。ちたまってるのかな。ちたまっていいね。ちたまって。で、本日の放送お疲れ様でしたということで、ね、今日もコラボはですね、あの元新人と一緒なんですけども、元新人のレトロゲーム実況ね、はい、あのそちらで最後まで、うん、最後まで俺は伏せ字から逃れられなかったね。最後の最後の挨拶までも伏せ字やね。ねえ、まあ途中でもお話しさせていただいたんですけども、佐藤夫妻応援企画をね、はい、やってくれたりとか、はい、あとレトロゲームたまに違うのやったりとかして、そうです、うん、新しいのやったりとかしてますけども、まあ基本は古いのをやりたいなと、今後はちょっとさらに増やしていこうかなと思っております。なんかね、レトロゲーム好きな人はもちろんのこと、なんかメーカーさんとかさ、
なんかそういうの好きな人もね、なかなか見ててわかるわかるみたいな放送なんじゃないでしょうかね、こう。結構あのそうマニアックな話もしてますんでね、そうそうそうって思いたい人はね、ちょっと見てもらうといいかもしれない。あのカットインしてくる小ネタの画像の数々みたいなのもなかなか、それ差し込んでくんだみたいなのも、なぜそこで差し込んでくるみたいなのを差し込んだりするのが好きなんで、そうです、なんか愛知小型エレベーターとかね。そう、愛知小型エレベーターはね必見です。はい、バイオハザードのコラボで見れます。本当ね、そうそう、あの私元新人のところでですね、バイオハザード6のコラボをやっております。はい、もうこんな感じでぐっちゃぐちゃでやってます。基本的に我々なんか誤爆とか、そう、そんなね、うん、ありがとう、みんな、あ、元チンさん、伝説のオーガバトルやってくださいってあるんで、今手元にね、うっちゃりさんから預かってるね、うん、伝説のオーガバトルあるんです。うん。どんなの？苦手なんで。まあ、ストラテジーシミュレーションかな？リアルタイムでこう、コマがちょっとずつ動いてって、うんうんうん、敵と戦って、みたいな。あ、じゃあ、ぼんやりできないやつだ。うん、俺ね、苦手なのよ、オーガバトル。オーガバトル、オーガバトル苦手なんですよ、実を言うと。前も全然クリアできなくて、やり方が分からなくて、ね、投げたゲームなんですよ。あと2本うちにある、ありすぎ。そうなのよ、そうなのよ。この人ね、複数本持ってるんですよ。すごいね。まあ、オーガバトル。カオスゲージゼロになっちゃう。その通りなんです。それで嫌になってやめたんです。なんか、あれですな、そうやって、まあ、リクエストもいただけるとありがたかったり、ね、参考にさせていただいたりもできるし。そう、必ずできるとは限りませんけど、でもやっぱそれがあったなっていうのもあるんでね、うんうんうん、ああやるかなみたいなね、うん、うん、それいいかも。そういうのだと結構俺あのファミコンでも数千出しちゃうんでね、あ、それやろうっつって、もう決まったら出しちゃうんで、ね、そういうのはあの YouTube のコメント欄に書いたりとか、あと Twitter とか、うん、うんうん、いいですね。リクエストをもうまあ受けれるだけ受けてきたいけど、うん、って感じですね。ねえ、なんかまあ過去のね動画見ていただいて、そこでもうやってるのとかもあるかもしれないのでね、ちょっと一通りチェックしていただいたりして、はい、なるべくすげえ伝説のクソゲーとかは勘弁してね。エルナークの財宝とか勘弁してね、できないからね。ああ、じゃああれだね、四八カッコ仮、あれ、あれも手元にあるのよね、あなたのね。あなたから預かってるやつあんのよね。いいな、なんか私もリクエストあればみたいな、どんなのリクエストしてくれるのかなっていうのもね、ちょっと気になったりもするので、よかったらよろしくお願いします。そしてあれだ、ラジオね、毎週金曜日、FM ホット839で THT from Sugar House ラジオやっております。今ね、はい、あ、マリアさんのソングオブホラーも拝聴したりしますよ、ありがとうございます。あれバグって先に進めなくなっちゃってさ。そう、あれ私のせいじゃないんですけど、そのうち何とかしたいと思います、ありがとう。はい、はい、ラジオのねアカウントの方で今佐藤和久応援企画をやっておりまして、すずり店、シュガーハウスすずり店でね、で今セール中なんですよ、来週の火曜日まで、9月28日までセールなので、よかったら皆さん、ね、僕ですね、うん、そう、1000円引き、おお、いかよ、1000円、1000円あったらね、ハラミが 500g ぐらい買えるよ。またハラミ計算だ。そう、よかったらですね、ツイッターね、我々ツイッターもやっておりますので、よかったらフォローしてやってください、よろしくお願いします。はい、俺もすずりでね、買ったから、ラベルを、ラベルでステッカーを、同じステッカーを6枚ぐらい買ったから。それ私の方のグッドルッキングガイの GLG ステッカーでしょ。そう。買うやついるんだみたいな。そう、買いましたね。そうそうそう、私の方のね、すずり店、すずり店なんか概要欄に貼ってあるかな、概要欄に貼ってあるんですけども、うんうん、そちらもだからセールだけどね、こうゲームグッズ、皆様の言動が、グッズになったりとかしてるので、うんうん、ね、まあなんか言ったら、あれ
俺の言葉がシールになってるとかあるからね。そうそうそう、あるあるある。元新の手ぶらシャツ作ろうぜ。それはあの元新人の方の、すずり店で販売に。ちょっとすずり店作ろうよ、ニーヤも。ねえ、なんか作ってみるかな、ちょっと考えようかな、いろいろ。やっていきますね、シャツとかね。うん、フォントをどうするかね、考えなきゃ。伝説の楽しいクソゲー、マイケル・ジャクソンのムーンウォーカー。やりたい。俺ね、ムーンウォーカーはすごくやりたい、実は。でもあれ高くない？さっき数千出すって言ってたけど。そういうリクエストとか、そういうトークのね、回も、なんか、これから作っていきたいな、なんて思っておりますので、ね、なんかその辺でね、また詳しくお話をしていただけたらなと思いますが、はい。じゃあ、おにやん、今日のなんか、お言葉をなんか、皆様に。はい。今日ね、すごいサクサクみんな進んでたと思ってね、まあ、見やすかったんじゃないかなと思うんですけどね。俺がイージーだって気づいたのは、1時間くらい前の話で、ずっとノーマルだと思ってました。すいませんでした。ここにお詫びいたします。はい。今日のまとめそんな感じ。そうです。ずっとノーマルだと思って、俺なんかすげえ、俺調子、エアレーダーでも全然いけると思ったらイージーでした。いやー、ノーマル厳しいでしょ。厳しい、厳しいね。わかる。ね、うん。いい選択だと思うよ。そうなんですよ。まあちょっとなんかストーリーとかを見ていきたいのでね、早くサクサクいける方を選びました、うん、はい、ほらコメント来てるよ、真面目かよって言って。真面目だよ真面目だよみたいな、何言ってんだよエロに真面目、ノーマルじゃないくせにノーマルを楽しむとはかっこやらしい意味でいいですね。ノーマルだよ俺はノーマルですよ。ノーマルじゃなくてノーマルを楽しむとはやらしい意味で以外は言わないのかな。あ、リュウジョさんありがとうございます。次回も楽しみ、ありがとうございます。そして、今日この後はですね、25時からは、ラジオの再放送ね、シュガーハウス THT フロムシュガーハウスの再放送やっておりますので、昨日聞き逃した方はですね、この後1時からよかったら聞いてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ鬼、また次もやっていきますねって感じ。やっていきますね。来たー、ありがとう、はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、しきくん、ロリバちゃんもありがとうございました。おー、OK で答えてくれてるのかっこいい。はい、ということで、お相手は私マリアでした。スペルは MARIA。 それじゃまたね。